What's up, ladies and gentlemen、 どうも皆さん、こんばんは。マイクリー UFOX です。本日からお盆休みということで、お盆休み企画、トム・クランシーズ・スプリンター・ゼロ・ブラックリスト改良版を皆さんにお届けしたいというふうに思います。で、1年ぐらい前にブラックリストのフルゲーム投稿したんですけど、動画最後のミッションの途中で切れちゃってて、動画がね、最後までお見せできなかったので、まあ、それの改良版という形で、でプレイ面でも今回の方が前回よりもルートとかも含めていいルートを取ってるかなというふうに思います。で、以前は Xbox でやったんでね、コントローラーだったんですけど、今回は PC 版でやっていきます。で、 PC 版なんですが、 Steam で起動しようとしてもブラックリストが起動できなくて、でそれがあって、ちょっと今回前置きが長くなるんですけど、それがあって Xbox でやったんですけど、今回 Uplay 版でセールになってたのでね、また新しくブラックリストを買い直しました。でそれで起動しようと思ったんですけど、まあ、それでも起動しなくて、やっぱりで自分でいろいろ調べてて、なんかいじったりしてた結果、なんとブラックリスト Uplay 版無事ね、立ち上げることができました。そして、日本語音声、日本語字幕もついているということで、今回日本語音声、日本語字幕実況付きでプレイしていきます。で、多分ね、同じようにブラックリスト今更やろうと思っても、今から起動しないって方結構いると思うんですよ。僕と同じような意見の人もかなり日本でも海外でもいたので、だから、そういう方向けに概要欄に一応直し方というか、僕はこのやり方で直ったよっていうのを、貼っつけておきます、書いておきます。同じやり方で直るかどうかを 100% 保証はできないんですけど、僕はとりあえずそれで直ったんでね。はい。で、今回ゴーストスタイルでやっていきます。まあ、前回と同じですね。基本的に敵と接触しないスタイルでやっていくんですけど、まあ、気絶とかもなしのスタイルでねやっていくんですけど、このゲームレーティングシステムでポイント制になってるんですよ。で、ポイント制でなんかゴーストポイント、パンサーポイント、アサルトポイントっていうのがあって、でその接触なしプレイでいくとゴーストポイントが入って、で敵を見つからずに暗殺したりするとパンサーポイントで、銃撃ちまくったりしたらアサルトポイントが入るようになってるんですよ。で、ポイント制なんですけど、そのゴーストスタイルで誰にも気絶とかも一切なしでプレイしてもパンサーポイントが手に入ったりすることがあるので、あと一部のシーンは強制戦闘があって、ゴーストポイントが取れなかったりするんでね、まあそんな感じなので、あんまりこのポイント制個人的にあんま好みじゃないというかので、今回ポイントはあまり気にしておりません。だプレイスタイルとしては本当完全ステルスで気絶殺害等々一切なしなんですけど、それによってパンサーポイントが入っていることもあります。まあそれぞれのミッションでそれはその時に説明します。はい。ということで、かなり前置きが長くなってしまいました。もう3分ぐらい喋ってると思うんですけど、とっととプレイをしろと、皆さん思っていると思うのでやっていきたいと思います。最高難易度です。トム・クランシーズ・スプリンター・ソル・ブラックリスト、 It's go time。 あとすいません、もう一言だけ言うの忘れてました。今回、まあ、その PC 版で古いゲーム、もうこれも10年ぐらい前のゲームなのでね、だからか分かんないんですけど、全体的に動画がラグいです、ゲームが。で、持ってるパソコンはグラフィックボードとか CPU とかも全部ほぼほぼ最上級のクオリティのやつのはずなので、おそらくパソコンが原因じゃないはずなんですけど、他の最新ゲームでもヌルヌル動くんで。でもこのブラックリストだけなぜかすごくラグくて、で、再起とかももちろんね、いろんな方法試したんですけど、やっぱ直んなくて、で、なんかラグくないミッションもあるんですけど、まあラグいミッションもあるみたいな、ちょっとよくわかんない状況だったんで、ちょっと動画がラグいっていうことだけは最初に伝えておきます。はい、ということで、今度こそ行きましょう。It's go time。逃げはせん。逃げるのはアメリカの方だ。
こういう仕事じゃ武器なし、そういう契約だ。責任者は誰だ。マクゴアンさ、持ってけ。ま、気休めだがな、お前のためにインドネシアで手に入れた。すまないな、コステ。もっとも航空偵察でこいつがいるとは思えないが。まあまあ。ところでチャーリーのやつはどこだ。悪い、こいつを仕上げるのに少し手間取っちゃったもんでさ、基地には聞こえないようにしたんだ。どうして。横から口出しをされたくないからね。見込み通りだ。サム、急ぐんだ。アップロード行けます。各班こちらキング、開始する。オン、了解。ビショップ了解。ライト了解。ループ了解。クイーン了解。他にはサム。2、3日電話できないとサラに言ってくれ。サラって独身だよね。あ、それ違うってこと。基地のハッキングはよせ、居候の身だ。でもあんまりにもちょろくてさ。ビデオよし。完了。サイト F 暗号書き執行まで40日。クリア。放っておけ。ビショップダウン、こちらはクリア。ジャミングを開始しろ。ブラックリスト発動だ。やれ。アンダーセンタワー、こちらパラディン02、離陸許可を求む。保証か。いや、そうじゃないな。アンダーセンタワー、こちらパラディン02、ヘリパッド A9 からの離陸許可を求む。なんだってんだ、イラつくぜ。将軍とのポーカーに遅れたらまずいというわけか。ヘリの金をどうやって払うと思う。放っておけ。ブラボー、報告を。順調です。やれ。クソったく。メーデー、パラディン02、墜落する。捕まれ。基地か。防衛線のすぐ外だ。立てよ。ここにいたらいい的だ。手を貸してくれ。シャーリーからだ。おい、よかったよ、無事で。一体何が。墜落した、怪我はない。弾薬庫が爆発したらしい。そっちは。トラックの下に隠れてるよ。それよりどの回線も死んでる。きっと RF ジャマーだ。発信源はそこの北西だ。じっとしてろ、ジャマーを探す。くさ。こっちのジャーマーを逆に使われたに違いないぜ。どうしてそう思う。俺ならそうする。用心しろよ。こいつはフォローの仕業だが、こっちにはピストル一つない。排水口に隠れよ。迫撃
標じゃないぞ。ロケットのようだ。反復しろ。動くな、コステ。爆撃だ。しまった。よし、クリアだ。サム、手を貸せ。連れてくるそうだ。こいつはもうダメそうだ。おい、カメラを回せ。ちょっと待ってろ。さっさと連れてこいってんだ。こいつはもうダメだぜ。まあ待て、いいぞ。カメラをバッチリだ。おい、ボケなす。出血がひどいな。だが通信ができないんじゃどうしようもねえ。俺が見てる。邪魔を。分かった。ジョスケだ。まあ、待たれた。誰に来たんだ。そういうことだ。飛行機やミサイルがなければ戦うことができる。で、あえなくあの世行きってわけだ。ですが、ミラはでもどうやれてる。映画詳しいじゃないんだぞ。そんなやり方で敵に最大限の攻めを当てるんだ。ええ、お好きなように。そこに仕掛けろ。ああ、なるほど。具合は？はい、王座長。ここから運び出す。この人間の客だ。そんな暇はない。オフにしてジャミング電波を止めればいいんだ。おとなしくしてろ。喋るなって。チャーリー、どれがスイッチなんだ。青いボタンはある。それだ。なんだって。おい、しっかりしろ。何が。ブラックリストは止められ。邪魔を切ったぞ。ブラックリストは止められない。グレネード。なかなかいいね。初めてか。いや、エンジニアについて分かってることは。皆無よ。今怪しい連中を片っ端から調べている。あの名前はフリーダムだろ、ブラッドだろ。これから行われる作戦のようね。ならアメリカンコンサンプションまであと5日か。そうね。攻撃目標を目下分析しているところ。機体について説明するわ。試作軍用輸送機か。専用装備満載のね。
武器庫、医務室、交流施設、地上と変わらないわ。移動基地か、懐かしいな。どうした？通信チップの埋め込みですよ。道路工事あるまいし。こいつに比べたらエアフォースワンも紙飛行機当然だね。性能についてもっと聞く？いや、後でいい。ニュースやインターネットのデータ収集、予測分析、画像の解析、それに加えて電子情報システムへの侵入や CIA、NSA、DCS、FBI のデータによる顔の照合もね。リアルタイムよ。これが言っていたやつか。 SMI、 ストラテジックミッションインターフェース。チャーリーが関わってた頃より大幅に進歩しているわ。あとは彼に聞いて。最高なのはここはもちろん地上からでもオプサットで全てをコントロールできる点さ。すごいな。必要なものがあったら言ってくれ。僕は研究に勤しむよ。すまんな。ベンガジの方はどうなった？連絡員はセーフハウスに入ったわ。グアムの情報を持ってる人物を拘束してるけど、尋問はまだよ。拉致したの？いえ、自分から現れたようです。そいつがイカれた野郎じゃないとどうしてわかる？何を隠してる？そいつの名前はアンドリー・コビン。あんたの知り合いかい？サム。え、マジ？知り合いなの？重要なのは指名手配中の彼がグアムの事件後に保護を求めてきた理由よ。何にせよ尋問は CIA に任せていいでしょう。 CIA は仲間じゃない。お前はこっちのチームだ。すみません。何がどうなってんの？エンジニアとの唯一の接点だ。他には任せられん。何者なのさ？アンドリー・コビンは娘を殺したふりをし俺をはめようとしたやつだ。わーお、それでよく生きてるね。まったくだな。でどうするの？セーフハウスの位置を。おいおい、一体なんでこんなとこに？まったく呆れちゃうよね。ま、CIA の中東での作戦なんていつもこんな調子だけどさ。続けるわよ。市場を通るのが一番ね。合図すれば連絡員がセーフハウスから離れる。あとはコビンを確保して。いつもながら優は安しだな。分かってるでしょうけど、任務は彼の殺害ではなく保護よ。ブリグス、お前ならどこで監視をする？一番いいのはこことここ。悪くない。狙撃の準備をしろ。援護ですか？ターゲットの排除ですか？チャーリー、足を調達しろ。目立たないのがいい。バンとかだ。オーケー。質問に答えてないわよ。それよりも撤収のことを考えておく。この辺りだ。みんないいな。急いで準備するぞ。フライトデッキ、進路をベンガジに。ブリム、状況。問題発生よ。連絡員をずっと呼んでいるんだけれど応答がないの。ブリグス、セーフハウスが見えるな。待ってください。こいつはまずいな。広場のあちこちに民兵がいる。広場に入った。前のとは民兵が塞いでいる。俺も移動した方が良さそうだ。どこかで合流を。広場の南西の隅に移動しろ。コビ、向かいます。呼び続けろ。連絡がついたら教えてくれ。コピー。ご用意。トイレはあるか？路地に。ショプラン・ハビリ。連絡員からの通信は？ないわ。民兵だらけですよ。想定の範囲内。ブリグス、状況。移動中です。民兵がうじゃうじゃいますよ。注意を。できるだけ見つかりたくない。横の入り口に向かう。わざわざ人の国に来たきっかけ。この先もくれたぞ。我が部屋。
さあやっていきましょう。ミッションパート1、セーフハウス。そんなにほど難しくありません。で、セーフハウスは敵を強制的に倒さないといけないシーンがありまして、1,2,3,4,5,6,7,8,9人から9人の敵は絶対に倒さないとクリアすることができません。で、それぞれ3人ずつになってて、まず最初の3人はその人質が囚われている、人質を解放するために人質の周りにいる敵3体を倒さないとムービーが始まらないので、そこでまず3人で、その後は囚われているコビンを救出するときに、その周りの3人を倒さないとコビンを救出できないので、そこで3人で、最後コビンを護衛しながら建物を脱出しなくちゃいけないんですけど、その時に3人倒さなくちゃいけないので、そこで3人で、合計9人は必ず倒す必要があるので、このミッションを気絶なしでクリアするのは不可能です、ゲーム的に。ちょっと画像が荒いの分かりますか？そんなね、プレイ不可能っていうほどではないんですけれども、ちょっとラグいからごめんなさい。前方に敵複数、一人はバルコニーです。見つからずに近づけるか。右の部屋の窓から外に出て、壁の出っ張りを伝っていけば。なるほど。ここは外側から回り込むんですけど、まずここで待機。で、正面の敵がね、バルコニーから下見えるんですよ。彼が行ったら行きます。いや、久しぶりのスプリンターするということで、ステルスゲームがもうそもそも久しぶりな気もするけど、ここは右の方行ってください。そしたらトイレしてる人がいます。彼がトイレ終わるのを待って、終わったら入っていく。やつは右に行きます。ここでちょっと待つ。彼が怪しい動きをするんでね、ちょっと待って、はい、廊下に。そして先ほどの3人気絶する場面に到達いたしましたので、スリーピンググレネードを投げたいと思います。配置に着きました。連絡員の姿は不明です。捕まえた奴に用事？ああ、いや、まだ誰も来ちゃいない。おい、まだ切るぞ。大丈夫だ。ダメ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 だ。目標を確保した。了解。奴じゃない。ちゃんと確認をしなかったのか。まさか別人だなんて、てっきり。推測を誤れば命を落とす。サム、状況。連絡員は殉職したよ。あなたが来ます。脱出してください、サム。ああ、ダイヤをくれ、すぐにだ。時間をちょうだい。僕の出番だね。電話をオプサトに繋いでくれ。ちゃっちゃとハッキングしてやるよ。よし、繋いだぞ。オーケー、それじゃあ。早くしろ。よし。うわ、悪趣味なエロ画像ばっかじゃないか。それより居場所だ。ああ、通話を追ってオプサトに位置を転送すると、ありゃこりゃまずいぞ、警察署だ。オリックス、撤収に備えておけ。了解。トラックから敵兵が10人以上います。援護了解です。警察署の見取り図を手に入れたわ。まずいわね、民兵の砦になっているみたい。ブラックリストのバッグを知る手がかりはコビンだけだ。何が何でも回収する。ええ、敵を引きつけます。引きさせる敵3人だ、4人ですね。すみません。オリックス、押さえるのは無理だ、移動しろ。ここは前方から敵が来るんですけど、位置を変えます。撃ち始めたんです。で、ずっとないんで反対側に移動するんだけど、その時にまたライブいそうですね。警察署へ近道のアップロードするからオフサットを見てよ。了解だ。
最初やった時に降りるボタン、ジップラインの途中で降りるボタン C だと思ってて、で Q なんですけど本当はキーボードのずっと C を連打してたのに降りないからそのまま見つかっちゃって、あれってなんだ、あ Q ボタンなんだっていう間違いを犯してしまいました。そして今回なんですけど、このブラックリストサム・フィッシャーが着ているスーツですね、あの一番性能のいいスーツではありません、2番目の真ん中のスーツです。で一番いい性能のいいスーツをゲットするにはグリムのミッションをやらなくちゃいけなくて、サイドミッション、いわゆるでそのサイドミッションを全部クリアするとグリムの一番いいあのステルスに向いているスーツがアンロックされる仕組みなんですけど、グリムやってないので、エリアクリア、今回は2つ目のスーツになってます。一応背中にはスナイパーライフルを背負ってはいるんですけど、スナイパーライフルを使うことはおそらくというかまあないので、まあサム・フィッシャーの見た目的な外見的な意味合いでのみ装備してます。ライフルは使えません。さあ早く向こうへ行け。よし、一応収集品としてあのラップトップとか、重要ターゲットよ、CIA の手配ランキングトップクラスね、確保して回収するわ。ノートパソコンをハッキングしたり、今高速で出てるでしょ、敵をその高速生け捕りにしたり、すると、まあ、追加で、ね、お金もらえるよっていうやつなんですが、まあ、今回やります。で難易度が、まあ、これは最高難易度パーフェクショニストってやつなんですけど、パーフェクショニストじゃない場合は、先ほどの場所で弾薬とかを補給できるようになってます。電気を消して外へ。でここで確かね、前やった時はスティッキーノイズメーカーかなんか使ったと思うんですけど、今回使いません。使ってもいいんだけどね。使わずとも突破することができます。で、キーボードでやってるんですけど、注意点がありまして、キーボードでやる場合はプレイヤーがこのサム・フィッシャーが移動する速度、この速度の調整がコントローラーみたいに融通が効かないんですよ。ここすぐ左、コントローラーだったらスティックをゆっくり倒すっていう作業をするだけでそのスピード調整できるんですけど、あのキーボードの場合それができないんですよ。一応コントローラー、あのキーボードボタンのあるときを押すと、ゆっくり歩けるように、まあ、これはキーボードのカスタマイズはできるんでね、好きなキーボードにしてもらったらいいんですが、してます。でそれだけは注意かな、まあ、ちょっとラグいよねこの辺も。ただ、マウスキーボードである方がエイムを的確にできるから、あと視点移動が僕の場合はどうしてもコントローラーが苦手で、それがあってキーマウでやってます。で犬は要注意ですね。犬めっちゃ強いから。注意してサム。警察署はその角の先よ。いろんなタイプの敵が出てきまして、まあ通常の敵、そして犬、で重装兵、いわゆる装備がごつい兵士ね。重装兵、そしてスナイパー、で最後にスプリンターセル部隊。合計だから4種類、まあ、監視カメラも入れようか。4、5種類の敵のタイプが存在するんですけど、その中でもね、一番厄介なのはやっぱり犬なんですよね。犬がめちゃくちゃ厄介です。あいつら匂いで嗅ぎつけてくるので、たとえ見つかっていなくても一定以上ワンコに近づいたら
危なすぎる。見つかったかと思ったわ。そうで、一定以上ワンコに近づいたら吠えられるんですよ。ワンワンで吠えられちゃうと周りの敵が一気に警戒しちゃうので厄介なんですよね。犬は要注意ですね。でこのエリアにも犬いますから。で残りの、まあ、スナイパーとか、スプリンターする部隊とかは正直あんま脅威じゃないです。で重装兵はもし倒す場合は、後ろからもしくは頭上からじゃないと倒すことができません。でもちろんヘッドショットも効かないから注意してください。サム、状況は？バカだ、追っ手がいないか確かめてる。コビンの居場所は？取り調べ室の可能性が高いわ。南の最上階よ。ボリグス、戻れ。馬に乗って撤収地点で待っていろ。了解。待っていろ。もうここまで来たら、このミッションも終わりが近いね。の2人の会話が終わるのを待って、で、最終的に上に行きます。で、この建物の上でコビンが囚われているので、コビンを囲っている敵3人を先ほどと同じようにスリーピンググレネードで眠らせます。で、ただ、そいつら眠らせるときに、右扉あるんですけど、その扉開けると警戒されちゃうので、その扉の上の部分に、まあ、隙間があるんですよ。で、その隙間から、ちょっと角度が難しいんですけど、なるべく奥に、届くように、この、いわゆる催眠ガスを投げることで、敵3人を倒せるはずです。で、ここは右に行きます。で、この部屋で待機。で、正面に2人いると思うんですけど、1人はどっか行きました。で、もう1人、この茶色色の服着てる人が戻ってきて、曲がり角を曲がろうとしたところで進んでいくと。でコビンを救出したら、あとはコビンを背負いながらというか守りながら、3体の敵をスティッキーショッカーで気絶させて、その後ムービーです。そして次のステージへ。警察署をアジトにしてるならパソコンもあるわね。見つけたら奥さんと接続してデータを手に入れられるはずよ。もう一度聞くぞ。なぜアメリカ人に助けを求めた？だからお前たちには関係ないって言っただろ。嘘じゃない。俺たちなんて相手をする価値さえない、そういうことか？よせ、違う。待て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 、じゃなくてやら、いや、まだ。おしゃべりな男だ。話せと言ったくせに。考えるな、無駄なことだ。分かった分かった、連中に全て話して。どうだい、コビンを見つけた。生きてる？まあな。助けて、すまない。あんたは CIA？ くそ、なんて執念深い男なんだよ。ワシントンでのことを恨んでるなら黙ってろ。サム、よし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 、やめろ。ダメだって。また、俺を助けに。聞きたいことがあるんでな。座れ。サム、長いは無用よ。民兵がそちらに迫っているわ。確保した。ブリックスどこだ？車で向かってます。本気で助ける気だぜ。ほら来い。行くぞ。守ってくれるんだよな。
も履いてないってのに。行け。で、なんだよ。ほら。マジかよ。それ。しよう。ボリグス、すぐ着く。ここまでする必要はあんのか。話せ。分かったよ。六週間前注文があって頼まれたのは銃、ロケット、ミサイル、いろいろで金払いのいい客でな、俺は大儲けさ。だが裏があった。ブラックリストに武器を提供したのか。俺は武器商人だぜ。それに普通は米軍基地なんて狙わねえよ。それで連中は確かウィーンにある大使館を襲うって話してた。得意満面でな。あの攻撃では何百人も死んだわ。ねえ、そうさ、無関係な人間まで。あいつらはイカれてる。どうかしてるんだよ。秘密を知ってる俺だって。ああだね。まあこうだな。はい。なんだこいつ。それで保護を求めようとしたわけね。クヤムのことで恨まれたくないからな。ブリックス、この荷物を片付けろ。喜んで。おい、片付けるって。グリム、コビンの客とやらについてチャーリーと情報収集に当たってくれ。狩りを始めるぞ。まったく寝てたのに。ジュネーブ条約を知らないのか。虐待だぞ。知ってるさ。携帯が使えるなら弁護士を呼んでもいいぞ。偵察部隊の居場所は。今データをキャッチしようとしているところだよ。2分待ってくれ。急報です。大統領府がデブグルーの部隊3個の動員を承認しました。指示するまで待機させておいて。ちょっと貸してみろ。ここから俺の口座に電子送金されたんだ。その第4の地点がどこか情報はないの。トレースしているところだ。金が送られた場所はイラク東部ミラワ。グリム、どういうことなんだい。オーケー、分かったわ。 NRO から鬼気精製を借りて。4つのキャンプで最大のはここよ。まさに要塞ね。聞いてくれ。コビンの顧客はおそらくミラワにいる。ゆっくり準備してる暇はない。チャーリー、データを解析して兵器、車両、人員の位置を確認しろ。何一つ見落とすんじゃないぞ。オーケー。ドローンの準備もしておけ。了解。グリム、全体の指揮を。デブグルーは他のキャンプを攻撃だ。いくらなんでも準備不足よ。俺は到着後すぐ行動に移る。単独でですか。タイはないがベンガジまで孫ついたからな。撤収に備えて待機しろ。聞かれなかったから言わなかったが、奴らはかなり手強いぜ。やっつけたいのなら核でも使えばいいんじゃないか。なるほど、聞かれなかった。今さら言われて役に立つもんか。コミを捨てるだけ邪魔だ。俺は分かったよ。命中。命中。やりました。サム、敵に気づかれたわ。ミッション失敗よ。撤収して。パラシュート展開。ボリックス、見つからずに敵を仕留められるか。進路を逃走中。命中。命中。やった。やりました。やった。前進して大丈夫です。よし、ブリックス、よくやった。これより行動を開始する。UAB の赤外線カメラが敵の一団を捕捉。川上の家に集まってるわ。チャーリー、偵察プラン。
発見される前にコビンの客を見つけるぞ。トライローターの出番かな。簡単な照合機能があるんだ。今度のは使えるんだろう。信用ないな。50メートル以内に近づいて飛ばすだけでバッチリさ。さあそれじゃあミッション2、インサージェンシーストロングホールド、反乱軍拠点やっていきたいと思います。次のミッションですね。このミッションはね、終盤になるにつれて難しくなっていくミッションで、序盤は簡単、まあ、全体的な難易度で見ても割と優しい方かなと思います。ただ犬がいるんですよ。で途中犬が出てくるエリアがあるので、そこだけやっぱり難しいですね。犬は厄介ということだ。それ以外はまあ大丈夫でしょう。要するにだ、自分が死ぬって思い込んでる奴はバカな真似をして撃たれるし、自分は死なないって信じてる奴は生き延びて代わりに他の奴が。よしサム、そこならトライローターを使うのにうってつけだ。飛ばす。オーケーサム、声を拾えるようにトライローターをもう少し近づけてよ。そうそう、じゃあ録音するから、そのままだよ。照合中と。ダメかな、うまく拾えなかったみたいだ。あちゃー。メリー、サム、顔を照合させる方が確実っぽいね。遺伝子だ。そうかい、ならピカピカのナイフをくれてやる。それで戦うんだな。ふざけるなよ。見ろ、古くて傷だらけだ。ポンコツもいいところだぜ。重要なのは使う人間の方さ。けどいい武器を持ってるやつの方が勝つ確率は高いだろう。ある武器で戦うしかないから頭を使え。よし、じゃあ武器を交換しようじゃないか。はい、おっさんおっさんラフテンジョン。コビンがよろしくとさ。待て、待ってくれ。よし、おい、やめろ。このバカ野郎、俺は MI6 だ。潜入していたのに、それを台無しにしやがって。お前の起動キーは757BVQO98。 まったく、全てご破産だ。グリム、聞こえたか。ええ、サブ。クソ、お前のバッグは CIA か。期限切れね、網膜スキャンを。責任者と話させろ。おい、さっさと。俺が責任者だ。一体どういうつもりだ、おい。名前はジャニード・ハイドス。 MI6、 ただし元5年前二重スパイとして登録抹消。小芝居は終わりにしろ。ブラックリストだ、話せ。お前らアメリカ人はいつもそうだ。ヒーローのつもりか。黙れ。手遅れだ、サム。上の施設から大量のデータが送信されているわ。どんな計画だ。計画段階は終わった。今は実行段階だ。こうなってはな、もうおしまいだ。くそ。何が起きたの、サム。自殺された。なんてこった。データは上の村の通信センターから送られているわ。衛星用アンテナを探して。
山道は警戒が厳重です。どういう段取りでやるの？ここから登る。撤収用のヘリを待機させておいてくれ。了解。サム、サイト D と回線がつながったわ。パラディン、こちらグリディロン、どうぞ。グリディロン、こちらパラディンだ。状況を。こちらの作戦区域では多数の敵と遭遇したら、こうして話している間も激しい攻撃を受けている。守りが固く、反撃も統制が取れている。部下たちは苦戦中だ。どうぞ。襲撃を察知されていたというのか。そうだ。だが心配はいらん。こちらは任せておけ。村に続く橋の下に。サム、あなたの上に誰かいるわ。で、大体この辺ぐらいからかな、ちょっと難易度上がってくるのは、まあ、ここまでは簡単です。で、この次なんですけれども、まずは一番上まで行きまして、隠しルート発見で、飛び降りるとかこう降りると、この白い兵士と赤い兵士がいるんですよ。で、気をつけなくちゃいけないのはこの白と赤色の兵士だけです。あとは正直今のところ今はどうでもいい。この白の兵士がどっか行くまで待ちます。で、彼がまっすぐもしくは左に行ったことを確認したら降りて、その先へ。じゃあ射撃練習をしてる人がいるので、ここで今行ったらそのまま撃たれちゃうとので、彼が向いたら進んでカーテンを切る。隠しルート発見。なんかでもそんなほどラグくないな、このミッションに関しては。まあ、本当ミッションによってラグかったりラグくなかったり、パソコンのせいだったらね、絶対どのミッションでもラグいはずだから、まあ、何かしら問題があるんでしょうね。まあ、そもそも最初起動すらしなかったからね。本当にもう起動させるのに 何時間費やしたか。はい、で、ここは白と赤が注意しなくちゃいけないので、白が前向くまで待ちます。はい、前向いた。そしたら降りる。降りてすぐカバー。で、カバー取って障害物を利用して先へ進んでいきます。で、こいつもゆっくり歩く。ここもゆっくり歩かないと、一番性能のいいグリムのスーツだったら普通に、歩いてもバレないんですけど、真ん中のスーツなので、それか、一番初期状態のスーツのだとしたらゆっくり歩かないと音でバレます。トンネルを通って空からの監視をうまく逃れたようだな。そのようね。穴を掘った跡があちこちにあるわ。データの送信を追跡中よ。どうやら民兵たちのアジトになっている一帯から発信されているようね。で、ここでちょっと待ってから進んでいく。で、なぜ待ったかというと犬がいるからです。今のところ犬は、このエリアの左側、左下あたりにいるはずなので、右から行きます。で、犬は一定以上近づいたら吠えるんですよ、匂いで。でも逆に言うと、一定以上の距離を空けていたら吠えられることはないので、左側に行かないようになるべく右寄りで。今犬多分ね、左方向にいるんですよ。あの奥にあるトラックよりも左側にいると思うので、ここにいる限りは嗅ぎつけられることはないはずです。で、赤が振り向いたら進んでいく。で、ここも白が進んでいったら行くと。いや、ほんと前回の動画に関してはすいませんでした。途中で動画切れててね、サイト F の最後のミッションのエンディングっていうところで動画が切れちゃってて、ってそら最後まで見たいってなるよね。すいません。なんで気づかなかったんだろうな、俺も。
それがあったんで、いつかは新しいちゃんとしたやつ出したいなと思ってたんですよ。もう一度取り直してね、ゲームプレイ面も含めて。どうやら作戦中は無線を封鎖しているよ。今回お盆休みということで、せっかくなんでこのタイミングに合わせてみました。ああ、結構広いんだな。元々の住人たちはずいぶん前に追い出されたよね。ブラックリストゼロと関わりがあると思うかい？グアムにイラン人はいなかったか。エンジニアに国境はないわ、即断しないで。で、ここも、ちょっとだけ難しいんですけど、まあ、ここはね、難しいというよりかは、まあ、タイミングだけの問題になってくるので、まあ、タイミングを見計らってね、まあ、特にこれが正しいっていうのがないというか、その時その時によって、NPC の動き、まあ、ある程度、範囲は決まってるんですけど、巡回ルートは。でも、その NPC がどちらの方向を向いてるかとかは、ある程度ランダム性があるからね。今青色のアイコン表示されてるところに行きたいんですけど、そこに行くにはこう、なんていうのかな、上から下に降りていく感じになるんですよ。で、降りている最中に見つかるっていうのが一番怖いので、まあ、左下のミニマップで確認して、敵がこっちを向いていないということを確認しながら進むのがいいかなと。いうふうに思います。で、今回はこのゴーストスタイルで、今回もかな、やってるんですけれども、まあ、もしリクエスト、ご要望等々ありましたらですね、パンサースタイルもやっていってもいいかなって、個人的には思っているんで、ただパンサースタイルができないシーンがあるっていうのは事前に言っておきます。そのとあるミッションでは敵と接触してはいけないっていうのが条件になったりするんですよ。だそういうところではもう敵を倒しちゃゲームオーバーになるので、そういう部分ではパンサースタイルでも敵を倒すことはできないんで、それだけは、覚えておいてほしいですかね。はい。であとここ降りたらもうクリアです。今通信ハブの上にいる。チャーリー、データの送信は？続いてるよ。凝った暗号化が施されてるから、内容を知るには5分、いや10分はかかるかな。そんなに待てるか。ブリックス、今すぐヘリを離陸させろ。ラジャー、2、3分で到着します。激しい戦闘があったよ。ドローン、確かにそのようだけど最近じゃないわね。調べてみるわ。そこは処刑室だ。米兵が死んでいる。氏名はミゲール・ガルシア。36航空団ね。グアム攻撃で行方不明になってるわ。何のために？カメラだ。送信してるデータはそれだ。こんなもの動いてる。トレースを。よし。やつらのタブレットか。怖がるな。落ち着け。かつて私はお前たちの一員だった。世界のために戦う前は。頼む、お願いだ、うちに帰らせてくれ。それこそ私の願いだ。アメリカ軍すべての撤退が。とはいえ応じまい、断固として。子供が2歳なんだ。頼む。よく言うではないか、未来は一人でも変えられると。そうだ、どうしてわかる？それが君でないと
世界を変えるんだ。その身を捧げて。よせ。語っていた相手はお前だ。なぜ警告？これは警告じゃない。奴らからのメッセージだ。チャーリー、トレースは？やってるところさ。サム、ドローンの操作を。いや、ちょっとられてる。時間稼ぎだったので、罠よ、すぐ脱出して。生きてる。ボリックス、さっさと来い。危険です、着陸できません。サム、またミサイルが来ます。フックを使うぞ。こいつからデータを吸い出してくれ。すぐに。ヘリを詰め、乗せたままで修理する。サム、エンジニアは2歩先を行っている。唯一の手がかりだったのに得られたのはメッセージだけだ。ブリグスがコビンを尋問してるわ。奴にあんな罠を仕掛ける頭はないし、俺を殺そうとする度胸もない。そうね、コビンの情報は自前じゃないわ。エンジニアが私たちをおびき寄せるためにわざと与えたのよ。地雷原におびき寄せるためにな。デブグルーの成果に期待ね。彼らと連絡は？それならチャーリーが。チャーリー。チャーリー、全滅だ。無事に帰ってきたのはオタクだけだよ、サム。エンジニアは政府が知らぬ顔をすることを見越してこんな記録を。ネットで絶賛公開中さ。サム、例のタブレットから ID を抽出したところ、敵のリーダーが分かりました。早かったな。それがあっさりと、まるで正体を知らせたがっているような。余裕しゃくしゃくというわけか。こいつがそうか。マジード・サディーク、元 MI6。 こっちの手は見透かされてるってわけだ。奴の手の上か。コールドウェル大統領、どうやら無事だったようね。だが他の部隊は？敵が分かった。マジード・サディーク、エンジニアの指導者です。すぐに分析結果をそちらへ。それがアメリカン・コンサプションとはどうつながるの？それはまだですが、そちらから新しいデータをいただきました。ダラスがターゲットになる恐れがあると。ええ、でも本土防衛戦力はそこを突きかけているわ。フォーセーシロにはダラスを守るためテロ攻撃を事前に封じてもらいたいのだけれど、頼めるかしら？ご安心を。必ず。NSA のデータを他の3つの情報と比較したの。ダラスがターゲットであるという点で一致したわ。可能性が高いのはこことここ、スタジアムと水族館です。ラブフィールドに降りれば多少は時間の節約になるでしょう。新情報があれば随時知らせるわ。うん、チャーリーはどうした？グリムに言ったよ。俺にも言え。主要都市全てについて搭乗拒否者名簿をね、対テロセンターから引き出してみたんだ。ここのは？ないんだ、何一つ。シカゴのシステムはダウンしてる。5時間が経過した今もオフラインのままさ。ただのシステムメンテで。お前は黙っていろ。そこで到着便の乗客名簿をこの目でチェックしてみたら浮かび上がってね、6人の名前が。これを見てよ、お部屋空港の防犯カメラの映像だ。みんな同じ便に乗ってる。気にはなるけれど最優先じゃないわ。いくつもの機関がダラスで間違いないと言っています。グアムはどうだった？予想してたやつがいたかい？前回だってエンジニアにいいように踊らされて、その挙句大勢兵士が殺されたんじゃないか。シカゴまでどれぐらいだ？遠すぎます、サム。チャンスは一度きりですし、シカゴが空振りに終わったらダラスには間に合いません。サム、シカゴに向かう。
チャーリーが不審な点を見つけたからってだけで、大統領は俺に作戦の遂行を一任した。命令を無視するなら指揮権は剥奪されるかも。直接攻撃なんぞ腑に落ちない。ミラーで罠を仕掛けた後だ。これは、ああ、シカゴのスワットだ。人質事件が発生してるらしい。ヘリを用意してくれ。犯人が警察と接触したわ。要求はないわ。強いて言えば警察を一帯から下がらせることくらいね。要求もないのに人質を取ったのか。逆上しているのかも。エンジニアではないかもしれませんよ。やはりダラスが本命では。時間切れだ。後戻りはできん。ミッションパート3、アメリカンコンサンプションをやっていきたいと思います。このエリアは比較的暗いエリアも多かったりして、まあ、前回のセーフハウス、そしてその次の反乱軍拠点は昼間の屋外のステージだったので、まあ、なんかスプリンターセルというよりかは普通のステルスゲームって感じがしたと思うんですよね。ステルススプリンターするってやっぱ暗いところで潜入するイメージだからね。見取り図によると人質を閉じ込めておけそうなのは地下だけね。でもこのアメリカンコンサンプションに関しては結構暗いステージで遊びますから。でまず最初なんですが、奥左側から行く方法と右側から行く方法があるんですけど、多分前回の動画じゃ左から行った覚えがあるんですけど、俺右側から行く方が簡単だなってことに気づきまして、右側から行ってください。でここで待ってると二人が前向くので、二人が前向いたらここまっすぐ行きます。先にまっすぐ行ってこれを登る。そしたらベントがあるんですよ。で隠しルートポイントもらえます。一応You know what I'd do if I got elected president? Stop paying taxes? If I was president, I'd stop all the taxes. And I'd give the Pentagon all the damn money. Then what? The second thing I'd do? I'd invade Canada. 開けた扉は閉める。この癖をつけておいた方が後々役に立ちます。でスプリンターするブラックリストの AI は、開いてる扉とか、に反応します。で、死体とかはまあもちろんなんですけど、で、ベントも、ベントっていわゆる通気口のこと、通気口も一回開けちゃうと敵が反応するから、とりあえず扉開けたら閉める。エリアはもうクリアしてそこに戻らないよっていう時は扉閉めなくてもいいんですけど、まだそのエリアにいる場合は必ず扉を開けたら閉めてください。フェスティバルホールを通気口も同様に。人質は見つかった？いや、下っ端が何人かいただけだ。本当にブラックリストなの？すぐわかる。ここはまっすぐ行きます。そしたら奥に通気口がありますので、ここから入っていく。危なっ。こっち行こうか。でここは人質がいっぱい捕らえられているんですけれども、民間人だ。ええ、サム。
人質を見つけた。 C4 をつけて押し込められている。それは好都合だ。先へ進もう。でも人質は後だ。まずは何が行われているか確かめんと。でも放っておけない。爆弾のジャミングは可能か。ブリッグス、ヘリから妨害できるかしら。 ECM を使えばいい。燃料が切れるまでだが。ここで待機します。で、ここから下に降りれたらいいんですけど、ここから下に降りれなくて、で下に降りるには一旦この地面を経由するというか、一旦この地面に降りて、で乗り越える形でやらないと、その横の方に行けないんですよ。でここは、合計4人かなの敵が行ったり来たりするところなので、まあ、ちょっと待つ必要があります。で今降りたら重装兵がいるから無理で、目の前にも敵がいるから無理。あいつどっか行きました。じゃあ違うやつが来ました。でも急いでやるといけます。でも降り切っちゃうと、今度それはそれで高速って書いてある敵がいるから、それはそれでダメ。彼が後ろを振り向くまで待ちます。ちょっと時間がかかるかも。で後ろ振り向いたら、川じゃないけどこの水があるところまで降りて、そして上に登る。登るんだけど、これまたここでちょっと待機。で重装兵がいるはずだから、重装兵とこの高速って書いてある敵が左に行くまで待つ。よし、そこは使われなくなった下水路だ。多分そこを進むと浄水場が。奴らの狙いはそこかもな。いや、ドローンがおかしい。ちょっと待って、今別の。お前たちの狙いは浄水施設だな。いえ、くたばれ。離す。生物兵器、病原菌だ。水道に混ぜる気か。爆弾を解除する方法は。コードだ。ベルトにフラッシュドライブが。質問には全て答えた。助けてくれ、命だけは頼む。グリム、聞いていたわ。フラッシュドライブがあった。オプサットにつなぐ。警察に転送しろ。ついでに謝っておいて。監視カメラにチャーリーが気にしていたバンが映っていたわ。1時間前のことよ。くそ、手遅れか。まだわからないが、急いで。ここは比較的簡単なところです。ドローンを壊して、でもまっすぐ進んでいくだけですね。そんなほど難しくはない。サム、やっぱりエンジニアだよ。間違いない。フラッシュドライブにトリプル DES ミリタリーグレード暗号化プロトコルの一種が使われてたんだ。ミラワでサディークが使ったプロトコルと同じってことさ。さすがだな。
で、こいつをちょっと注意しなくちゃいけなくて、で、彼ね、ここずっと行ったり来たりしてるんですけど、まあ、ゴーストスタイルということで、まあ、倒せないので、じゃあどうするかっていうと、まあ、後ろを通っていくんですけど、まあ、彼が左へ行ったら僕たちも左に行きます。で、左に行って右に行ってっていうのを、まあ、ずっと繰り返してはるから、はい、まだ右に行ったら同じように行くと、まあ、下に出てるでしょ、さっきからずっと警戒させずに敵を回避するみたいな、いわゆるこれがゴーストポイントなんですよ。で、パンサーポイントの場合は警戒している敵を回避する出てます。そうなったらパンサーで、普通に敵を倒したら、まあ、サイレントキルで銃でヘッドショットとかして倒しても、パンサーポイントが入ります。のでね、あの、たとえ完全ステルス必殺ショープレイでも敵が警戒してしまった場合は、あの、その状態でクリアしたらパンサーポイントになるんですよ。だから例えば何があるかな、まあ、犬に吠えられるとか、スティッキーノイズっていう、まあ、その音出しておびき寄せるヒットマンっていうコインみたいなやつがあるんですけど、まあ、それを投げまくるとかして、まあ、敵がなんせ何かしらの形で警戒状態に入ってしまった場合、たとえ完全ステルス必殺ショーでも、パンサーポイントになるので、ポイント気にする方は覚えておいてください。僕は、あまり気にしていないので、まあ、たとえパンサーポイントが入ったとしても、気づかれていなかったら、まあ、いいかなっていう。今回も警戒させずに敵を回避する。敵はよく警備員たちを始末している。警備システムもだよ。水道にバイキンを混ぜるのをやめさせるには、まずハッキングされたドアをハッキングし返して開けないと。急げ。で、ここはよし、いけるぞ。待機しまして、で、ちょっと待つ。で、まず奥のやつ と、下のやつどちらも、奥に行くんですよ。で、そこの扉に入らなくちゃいけないので、ここはスティッキーノイズメーカーを使います。はい、まず青は向こう行きました。次、緑。さあ、緑ちゃん向こう行け。OK。で、スティッキーノイズメーカーを奥の壁に打って扉入る。開けた扉は閉める。違う。問題なし。何してんの。やばい。え？もういいや、開けっぱで。最近の混入は2カ所で行われてるわ。そっちは俺が何とかする。水の漏洩を止められるか。バルブを閉められないかやってみるよ。急いで、10分で水の汚染レベルが限界になる。ああいうことが起きたらすごく困ります。まあ、このゲームの一つの問題点だと僕は思ってるんですけど、スペースキーで何でもやるんですよ。だから枠を乗り越えるのもスペースキーだし、今みたいにこうやって飛び越えたのもスペースキーで、このように、なんていうの、目標を遂行するガジェット使うのも今スペースキーを押しました。で、上のバイブじゃないわ、パルプとかにしがみついたりするのも、ま、それもスペースキー。敵も去るものだね。ま、それで引き下がるような僕じゃないけど。めっちゃスペースキー使うんですよ。で、スペースキーでできることがめちゃくちゃあるんで、まあ、めちゃくちゃって言ってもそんな何十個もあるわけじゃないんですけど、で、誤作動がすごく多いんですよね。それじゃない、俺が見たかったのはそれじゃねえんだっていうのがすごく多いので、まあ、そこの操作法をもうちょっと、なんか扉開けるのは F キーみたいな、例えばですけど、ジャンプするのはスペース、上にしゃがみつくのは、まあ、E とか、なんかもうちょっとこう誤作動が起きないようにボール設定にどうしたして欲しかったなーっていうのが正直。バルブも開いたままよ。わからないさ。そうだ、ハッキングは無理でも自動の開閉装置がある。行って直接閉めればいい。分かった。
一安心だ。アメリカンコンサンプションは阻止できたよね。お疲れ様。戻ってきて。ブリグス、機関準備 OK だ。エンジニアが使おうとしていたのは CDC のレベル5隔離施設から流れた品よ。細菌兵器の一種ね。危うくシカゴは全滅さ。治療法はあるのか。感染していないから安心して。シカゴの件は解決だそうです。楽勝さ。調子に乗らないの、運が良かっただけよ。たまたまうまくいったに過ぎないわ。確かに。だからといって俺は守りに徹する気はないぞ。どういう意味？受け身では敵の思うツボだ。サディークの裏をかく。それには打って出ないと。手は。そもそもターゲットはブラックリストのことだっておろそかにできません。追いかけっこを続けてもいずれ逃げられるのは目に見えている。そこでだ。サディークを追い詰めたい。そのサム、問題が。ネットがコビンの情報で溢れてる。アメリカと裏で手を組んだと思われてるみたいだ。どこから漏れた？ここよ。ここ？行ってないのか。シカゴは守ったけど手がかりなし。サディークを釣るには餌がいるわ。なぜ相談しない？丸一日話したって計画に同意してくれたとは思えないわ。だがコビンを餌にしてどうなる？レザーノーリ、情報をリークしてからすぐ私のメールが彼に転送され始めたの。追跡ソフトかい？それは間違いないわ。こりゃひどい写真だな。写真はともかくとして、 NSA はノーリとイランのつながりを疑ってる。画像をアップロードした。そう、まるで要塞よ。最新のセキュリティ、プロのガードも。安心してよ。こういうところに乗り込むこともあるかと思って用意しているものがある。え、今すぐに？でもまだ未完成で。あ、 OK、 取ってくるよ。で、どうする気？お前がこうしていることを知られてしまったよ、レザン・ノーリーに。どうしてバレたんだ？成り行きだな。ノーリーとはどういう仲だ？別に。俺は物、奴は人を提供してる。ダチも、それは多いさ。高エネルギー密度コンデンサーと EMP をトライローターに詰め込んだんだ。詰めが甘いんだけど、セキュリティを潰す必要があるなら。中身は何だ？テルミットさ、用意したんだ。その、ミッションにいるかと思って。装備に加えるんだ。それから他に言っておくべきことはないのか？そうだ、心当たりがある。ノーリのセキュリティに関わったやつで何か知ってるかも。頼んだぞ。コビンからの情報は？あるわ。一応非常用シェルターが存在するらしいの。入り口は一つ、場所まではわからないようだけれど。なるほど。やめておく。いや、それは高層かもしれん。袋工事に追い込むことができれば手間が省ける。どうやってノーリをシェルターに追い込むの？電源を落とせばいい。僕がハッキングしてジャンクションボックスを見つければそれで決まりさ。場所は？正門を目指してデータをオプサットに送るわ。さて、ミッションパート4、ペントハウスでございます。スプリンターセルカオスセオリーでもね、ミッションパート4はこういうペントハウスだったんですよ。ブラックリストでもミッション4はペントハウスっていうね。このエリアは犬がいますので、非常に気をつけなくちゃいけないエリア。彼が後ろ振り向いたら行きます。レッツゴー。で、後ろの扉を閉めるのリスクあるから、とりあえず放置で OK。 で、今左上ちょうど77メートルって青色のアイコンと重なって犬がいるの分かりますか？ちょっと重なってるから見えにくいんですけど、で、あの犬の動きとしては、その真ん中に木が2本あって、あの木の周りをぐる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 してる感じになるんですよ、右回りに。いわゆる反時計回りですね。うろうろしてるので、とりあえず犬から見て自分は
絶対遠い位置に常にいることを意識しないと吠えられます。でも端っこギリギリを進んでいく。あとはダッシュ。情報通りだ。セキュリティステーションを発見した。ハッキングならお任せあれ。チャーリーを黙らせてくれたら映像を SMI で検証して脳裏の居場所を特定することができるんだけれど。見つけたわ。入る気だ。バルコニーのドアは警備が緩そうだな。そうね、暗がりがあれば近づけるかも。電源を落とさないとな。屋敷を見渡せるようなカメラは。オプサットに送るわ。プール脇の小屋に電力が集まってるようだ。地下のメインブレーカーとつながっているのか。行ってみろ。なら窓だ。ロックを解除するよ。よし、今よ。でここも、犬がいるんですよ。もう犬ばっかり。で必ずここに犬いるのでチェックを先につけてください。普通の犬だったらね、僕も大好きなんですけど、自分も犬飼ってますから。黒色のね、ロングコートチワワを飼ってるんだけど、普通の犬は大好きなんですけど、このゲームの犬はもう苦手で苦手で。あとバイオハザードのあの犬、ケルベロスとか。まあ、とりあえず犬はもう見つけたらね、あマーカーつけて常に場所を把握しておくといいかと思います。でここはすぐに知的ノイズを打つ。で渡っていって、で犬が来るの時間の問題なので、犬より先に、小屋に到達するとドローンを操作するパートに入ります。チャーリー、データリンクは良好だよ。リアルタイムで受信できてる。よし、やるぞ。気をつけて。気づかれたら EMP が無駄になってしまうからね。少しは信用してほしいな。上だよ。警戒させずに敵を回避する気ました。俺てっきりパンサーポイント入ると思ってました。警戒してたじゃないですか。どう見てもドローンで大爆発が起きて、どう見ても警戒態勢に入っていたから、あーこれはゴーストポイント来ないだろうなーって思ってたら、まさかのゴーストポイント来てびっくり。でここはよじ登ってすぐ右に行くとパニックルームがあるんですけど、パニックルーム周辺に兵士が一人うろついてるんですよね。うろついてるんだけど、特に気にせずパニックルームのムービーに入ってしまえばもうこっちのもんなんで。え？
フルダラム、フルダラム。金が欲しいなら銀行に押し入るぞ。アメリカ人、イランに雇われたか。イランまで敵に。その話は問題を解決してからだな。サム、トラックが外に。襲撃よ、侵入する気だわ。イランの特殊部隊だ。私を無事に逃がしてくれたら礼をしよう。約束する。働きへの報酬だ。欲しいのは情報だ。マジード、サディークの。あいにくだが、それだけはたとえ知っていても話せない。それがビジネスのルールだ。ルールには例外もある。いいだろう。なんと。こっち、屋敷の地下に脱出用のトンネルがある。プライベートドッグ行こう。彼らは任せた。それまで私はここにいる。待っている。ノリ、行け。行くぞ、離れた。分かってる。いいぞ、進め。ここで待っているから。遠いのか、ノリ。すぐそこだ。入り口まであと少しだ。脱出用トンネルに向かってるが、その後は。川ね。選択肢はそれだけよ。ドックにボートがあるわ。この先の武器庫で銃を手に入れよう。背中から撃たれるのは願い下げだ。逃げたいならサディークについて話せ。簡単な取り決めだ。彼は金を払い、私を兵士を送る。何のために兵士だ。私の知ったことではない。行くぞ。慌てるな。僕はコビンの時と同じです。コビンが救出しに行った時と同じように、今度はヌーリを持って連れて歩くんですけど、コビンの時は敵を倒すのが必須だったんですが、今回に関しては敵を倒していく必要はないので、こっそりすり抜けて3人スプリンターする部隊がいるんですけど、やめた方がいい。敵を倒すことなく、ここちょっとギリギリ危ないんですが、進めていくことができます。このファイルには私がサディークの元に派遣した兵士全員の情報が収められている。これからノーリのファイルを送る。そっちで確認してくれるか。了解。急がないと。お前は信用すると思うか。サム、そこを離れて。このままではやられてしまうぞ。うん、確かにそうかもしれんな。ファイルを確認したわ。早く逃げて。ノーリの情報は使えそうか。パスポート番号の記録がありました。派遣された兵の居場所が分かるはずです。どうしてあいつは解放されて俺はダメなんだ。お前には用があるが、あいつは用済みだ。イランがブラックリストに関わってる可能性もあるわ。ノーリはその工作員かもしれないのに、なぜ手放したの。
泳がせるってやつだ。失策よ。イランとは今微妙な状況なの。大統領と差しで話したのか。次に話をするときは俺も混ぜてくれ。チャーリー、これは君のメールの件からヒントを得て、脳裏の携帯に細工をね。 GPS、データ、音声、携帯からウイルスを感染させられるかもしれない。コビンと一緒に閉じ込めておくよりいろいろと分かるはずだ。どうだかな。気にすんな、ほら黙るから。ワシントンにも確かな情報はない。こっちで集めよう。下手すると戦争よ。戦争ならサディークが始めてる。俺たちはそれを終わらせる。パスポートの調査を進めてちょうだい。手がかりが欲しい。ビクター・コステの最新情報です。すまん。MI5 をハッキングさせてくれればサディークのことを調べられるってのに。そんなことしたら国際問題になって一生塀の中よ。バレるもんか。それは何の話だ。脳裏から得たパスポート番号を追っていたの。ネットの分析、移動の形跡、資金の流れ。無駄な努力だよ。それで何が分かった。何も分かったのは、くだらないデータの掘り起こしで時間を無駄にするべきじゃないってこと。びっくりだ。エンジニアはロンドンで。これでも無駄か。よくやった。全員サディークと関わりが。お互いにもね。スリーパーよ。いいえ、だったね。さてどうする。選択の余地はない。じゃあ MI5 をハッキングだね。ダメよチャーリー。危険すぎる。サディークは元 MI6 だ。まだコネがあるかもしれん。警戒されたら逃げられてしまうかも。廃工場に潜んでいるようだな。水辺の建物か。狙撃するのにうってつけだな。計画を立てるわ。サポートしろチャーリー。ブリックス。何です。任務だ。見張りを頼んだぞ。了解。敵が多数いるわ。屋上から侵入するのが得策よ。よし。今工場の壁を登ってる。ブリックスいるか。サム、ポイント B に到着。トラックが荷物を運び出す気だ。コピー。サム、前方に。無事ね。うまいぜ。どうも。ブリッジズがナイスショットを。見取り図を調べた。さすが元製粉所。北棟に荷物用エレベーターがあったし。お見舞いしてくれたところで、次のミッションですね。アバンダンドミ廃棄工場。このミッションは最後に強制戦闘がありまして、結構ちょっと難しいかな。でラストの、強制戦闘がいわゆる問題のパートというか、ゴーストスタイルで行くんですけど、これゴーストスタイルの取り方ってもちろん敵を今みたいに全スルーしていっても、もちろんゴーストポイント取れるんですけど、それ以外の方法だとしたら、敵を気絶させても一応ゴーストポイントは入るんですよ。敵を気絶させたって扱いで。ただこれは別に何ていうのかな、その完璧にゴーストを目指す動画というよりかは、あくまでも気絶なしの完全ステルス動画なので、ゴーストポイントは入るんだけど、気絶はなるべく刺さずに
やってきたと思うんですが、ただこのミッションの最後の強制戦闘ではですね、敵を気絶か、まあ、殺害しない限り、まあ、ゲームが終わらないのでやる必要があるんですよ。でそのパートがね、もうすでにその戦闘が始まった状態でスタートするから、どうしてもその戦闘状態で敵を気絶させるってなりがちなんですよ、まあ、そこがちょっと難しい、ポイントなんですけど、特にパンサーでやるにおいてはめちゃくちゃ難しいです。で今回まだゴーストなので、スタンガンがねその時装備されるんですよ。で今はクロスボウを持ってるんですけど、その強制戦闘のムービーが終わったらなぜかあのクロスボウはどっか行ってスタンガンに変わってます。でスタンガンは敵を気絶させる武器なので、まあ、スタンガン撃っていくと一応戦闘、戦闘状態じゃないステルス状態で敵を倒したっていう扱いになってくれるんですけど、パンサーの場合そうはいかないので、パンサーでやる場合は、まあ、かなり難関の一つになるかと思います。サム、ノーリーが派遣した男たちを調べたけど、ただの兵隊じゃないわ。どういう意味？スペシャリストばかりなの。科学技術者、スナイパー、捜査員。豪勢な顔ぶれだな。プロの運び屋もだ。建物から出たトラックを FMI が追跡してたんだけど、街中のトンネルをくぐり何度も車を変えられてね。まかれたの。ツミンと次のテロは関係していたはずだ。ああ。でここはまず外に出ます。で外に出てひたすらこう外壁を伝いながら、目的地まで行くっていう感じで、ちょっとアンチャーテッドやりましょうかっていう、そういうシーンですね。みんなでアンチャーテッドやろうぜっつって、一瞬だけサム・フィッシャーにはネイサン・ドレイクになってもらおうか。ネイサン・ドレイクもステルスキルしますからね、この2人は友達になれそう。でもネイサン・ドレイクはもう大胆に行くもんな。ドンパチ大歓迎ですから彼は。サムはもうバレずに行くから。ただ時々ステルス能力を発揮してくるネイサン・ドレイク。サムはもうドンパチはしないからね、基本的には。はい、すぐこれ、こういうのもほら、外に出るのもスペースキーだし、窓を開けたり閉めたりするのもスペースキーだから、まあ今みたいな誤作動が起きちゃうんですよね。はい、で、天井というか高いところに来ました。デッドドロップあるか、拾っとこう。で、あと3人いるんですけど、その3人を超えたら、焚き火みたいなしてる人たちがいて、まあ、そこも突破するのそんなにほど難しくないんですけど、スティッキーノイズメーカーを使えば簡単に突破できます。危ない。それ終わったらムービーですね。で、ムービー終わったら、完全ステルスを強要されるシーンに切り替わりまして、まあ、もしパンサースタイルで行く方は、まあ、そこは残念ながら敵を倒すことはできないので、そういうシーンに切り替わります。ロックが出ようとした。コピー。見失うねよ、チャーリー。どうした？冗談言うなんて。任せたぞ。俺は積載上に。中央オフィスだ。慌てて出て行ったらしい。
イランの書類だ。特殊部隊のもある。ノーリを狙ったわけがわかるかも。スキャンする。ブラックリストのバッグがイランかわかるわね。直ちに大統領に知らせる。くそ、グリム、これを見ろ。被害地域を検討していたのね。なんだ、核か、それとも。さあ、スミニの目録を送る。これが最後か。ああ、そうだ。よし、集合しろ。引き払うぞ。このトラックが最後の便らしい。ブリックスに指示を。トラックを止めるのよ。ダメだ、目的地を知るチャンスはもうない。トラックに発信機を取り付ける。積まれているのは危険物かもしれないわ。そういうのは慣れている。発見されたら一巻の終わりよ。俺を誰だと思ってる。このセリフかっこいいよな。発見されたら終わりよに対して、俺を誰だと思っている。見つかるわけがないだろうっていう、もうめっちゃかっこいいわ。サム・フィッシャー大好きなんですよね、僕。めっちゃかっこよくない？あの、あくまでも、まあ、ちょっと今やってる動きとか人間離れしてるんですけど、もうあくまでも彼は人間で、やっぱ撃たれたら死ぬし、しかも銃弾数発でやられるから。ステルスゲームのキャラってなんか超人みたいなの多くてさ、銃で何発撃たれても倒れないとか多い中、サム・フィッシャーは一番なんか人間味があるんですよね。こう娘思いであったりだとか娘が最大の弱点であったりね。このキャラ本当好きなんですよ。はい、まあ、簡単に突破しました。サム、待って。あなたが見つけたのは化学兵器だって言うんだろ。 VX ガスの一種よ。知ってたの？山間だ。これは格納容器か。開けてみる。それが本当に格納容器なら開けると危険だわ。ここに発信機を隠せば見つからないはずだ。ほんの微量でも命に関わるのよ。塔に送られてくる通話をチェックしてたんだ。聞きづらいけど。西に運び、橋の下で運転手を変えて撤収しろ。不完全だけど声紋が一致したわ。サディークがそこにいる可能性があるわね。位置をオプサットに送ってくれ。あとは任せろ。了解。サム、そのトラックが出ていくまで安心しないで。分かってる。さあ、帰り道は、来た道とは違うルートで通っていくんですけど、帰り道はね、まずこのトラックでカバー取ってもらって、こうライトのところまで行かないように、右のライトのところまで行ったらこう斜め側から車線というか視点が通ってるみたいでバレちゃうんで、ライトのところまで行かずにこのダクトに入ります。で、以前の動画ではこのやり方使わなかったと思うんですけど、まあてかただ単に気づかなかっただけなんですが、こっちの方がいいルートなので、これをするとね、もうすぐ近くが出口なわけだ。サム、暴れていいわよ。サディークがそこにいるなら、その先で作戦指揮を取ってるはずよ。サム、トラックが出発する。発信機も作動中。なんなら海の向こうまでだって追いかけられるよ。You, yeah, he's out of the game now. Out of the game. He's out. He saw what he saw at the end. It is Joe. It is Joe.
job and walked away. Bullshit. No one just walks away, right? And no one walks away from Sadiq. That's what you think. Pierre was a goddamn Picasso. Painted in blood, do you understand? No one who saw Sadiq operate there would ever dream of crossing him. And he just let you fend for it. If he did, he would have it all. No one knows what Sadiq would do to him if he did. What's he doing now then? Living in Surrey, drinking away the nightmares. In Surrey? What's he doing? Riding a horse in Richmond Park? サム、バイタルが下がってる。このままだとまずいよ。そちらに向かいましょうか。来るな。脱出しに援護がいる。それにまずはサディークだ。BP、呼吸、それに脈拍も上昇。サム、これはどれも神経ガスを食らった時の症状だよ。平気だ。アメリカ人ではあるが、これは？カランビットか。海外で訓練したか。特殊部隊ではないようだな。面白い。何者だ？お前は殺す男だ。殺す？なぜ？人殺しだから？法に縛られないから？だがそれは同じだろう。お前も罪のない者を殺した。アメリカ政府がお前のような奴を派遣するからだろう。人の国に我が物顔でな。くたばり。仲間はどこだ？マカロフか。なら残弾数は一発のはずだぞ。そうか、それならこうだ。やれ、ブリックス。できません、サム。撃つんだ、やれ。ブリックス、なんとかしないと。このままでは。愚かな。
程度じゃ完全な解毒はできないわ。早く屋上へ。撤収がすべきだ。何なんだこいつら。スモークです。これでは視界が。まともにやり合うには多すぎる。引きつけます。回り込んで倒してください。うっそ、すばしこい。あなたが甘いことを言うな、ブリックス。任務が優先だ。いいか、何よりも誰よりもだ。触るな。がっかりだ。任務から外す。ありがとう。データはこっちに送って。状態は？山場は越えたけど、まだ安静にしていて。俺じゃない、サディークだ。さあ、でも発信機のおかげで容器の位置はバッチリさ。サム、ダメ。じっとしていて。イランに関する情報に目を通しておきたい。大統領から発表があったわ。国中大騒ぎよ。俺たちはここで何を？グリムはイランじゃないと思ってる。システムのメンテがあるんじゃなかったの？おい、エンジニアが情報を残していったのは全て罠だったのよ。言い切れるのか。ではなぜサディークはあそこにいた？戦争の引き金になるわけにはいかないわ。ああ、失敗は許されない。絶対にな。イランが聞く耳を持たない。だからどうした？まったく、耳を引っ張って聞かせてやればいい。嘘だ、デタラメだよ。またアメリカテロリストを差し入って。一体どうなってんだ？書類は見つけたけど、イランは無関係と証明できなかった。みんな細かいことはどうでもよさそうだけど。書類がどうであろうと、議会はイランを仇とみなしている。俺たちが別の解決策を示さなければ。そんな策あるの？ええ、これを。旧アメリカ大使館、今は特殊部隊本部じゃ。大統領も思い切った手を。大統領？いいえ、
おい、独断でやっちまうのかよ。大統領の許可なしでイランに乗り込むって、まずいよ。その通りだ。危険すぎる。戦争を止める唯一の手。始めるかも。テヘランに向かう。政府が俺たちの動きに感づく前にやってしまうぞ。めまいがしてきた。しっかりしろ。ドローンをハッキングされないようにできる。前回エンジニアにやられた点は対策済み。認証プロセスとキルスイッチを追加しておいたよ。できましたで十分だ。ブリッグスは？使わん。一人でやるの？ルートは移せ。待って、後でオプサットに送るわ。世界で最も警戒厳重な建物だ。入れっこない。入るのは難しくないの。でもスタンドアローンよ。直にデータを引き出すってのか？使用書をあなたに送っておくわね。いやけどそんな。いやもけどもなしよ。برو عجله کن چه تو احمق昼寝中だ。そう固くなるな。アメリカのスパイと話すことはない。奥さんと子供の安全に関することでも。市場から出てきたのがそうだろう。ん？夕飯はペルシャシチューかな。悪党め。まあ落ち着け。そして考えるんだ。特殊部隊本部に用事がある。返事は？私はブラックリストと無関係だ。その言葉だけでは戦争を止められん。中に入れろ。耳に突っ込め。はっきりさせておく。一人でも傷つけたらその時点で貴様に協力するのはやめるからな。そんなつもりはない。歩け。脅しが効いたよね。どう、行けそう？ああ。今のは仲間と通信していたのか。俺は一人じゃないってこと。分かっている。サム、中に入ったらサーバーにアクセスして渡しておいたフラッシュドライブを差し込むんだ。ブラックリストに関するデータを引き出してくれるから。よし。さあ、スプリンターセルブラックリストで最も難しいミッション、特殊作戦司令部、やっていきたいと思います。スペシャルミッション HQ。 めっちゃむずいです、これ。これね、ほんとダントツで一番難しいミッションで、ポイントもちょっとややこしいミッションなんですけど、これね、最初の駐車場パートは簡単なんですが、まあ、この駐車場を突破した後、ムービー入って、そこで、またもや強制戦闘に入ります。そこで、まあ、強制戦闘に入るので、もうそのままもし脱出するじゃないですか、まあ、可能なんですよ。でそのまま誰も倒さずに脱出すると、もう強制戦闘入ってるんで、もう戦闘モードだから、そのまま脱出しちゃうとパンサーポイント入っちゃうので、いわゆる全員暗殺したみたいな。駐車場に入ったぞ。警戒状態の敵をスルーしたみたいな感じでパンサーポイントが入っちゃうんですよ。で、まあ、ポイントそんなほど気にしないので、今回に関しては別にそのスタイルで行ってもよかったんですけど、まあ、今回、ゴーストポイントでもしこのゲームをやる方ね、ゴーストポイントが欲しい場合はどうすればいいかっていうのをお見せしたいと思います。そのやり方でやると一応ゴーストポイントはもらえます。ただ敵全スルーすると、パンサーポイントになっちゃったので、ただなんか敵を全スルーしてもゴーストポイントがもらえるやり方みたいなのもあるらしいんですけど、まあ、僕はちょっとそのやり方は分からなくて、何回やっても何分待っても、全スルーで突破した結果パンサーポイントだったので、まあその辺はよくわからないです。監視を突破するぞ。私の識別チップとで作動を止められるのは短時間だけだからな。なぜ警戒厳重な場所を？他に選択肢はない。通れるのはここだけだ。こことは牢獄だ。
お前のような祖国にあだなす奴らを放り込んでやる。俺はアメリカとイランの戦争を止めに来たんだ。無人機で我が国の領空を侵犯しておいてよく言う。話し合ってる暇がないこともあるさ。兵士にふさわしい言葉だ。このドアの向こうだ。あと少しだ。離れるな。どうした？私の妻も息子も大国土として生きることを望んだりするものか。愚かさと勇敢さは紙一重だぞ、将軍。アメリカ人、自分だけが勇敢と思うなよ。一発逆転というわけか。騒ぎを起こし、銃を突きつけ、罪なき者を脅す。ブラックリストを止める方法がわからないのだろう。テロリストへの対処方法を教えてやる。グリム、やれ。まあ、このような感じで、戦闘モードに入ってるわけなんですよね。ただある程度待ってるとなんか音が効果音みたいなのが鳴って、はい、警戒状態じゃなくなるんで、この状態で倒せばステルス状態で気絶させるっていう表記に変わるんですよ。で、じゃあステルス状態で気絶させるっていう表記に変わるんだったら、このまま突破したらステルス状態の敵を回避したっていう風になるんじゃないって思うでしょ。僕もそう思ったんですよ。そうはならなかったんですよね。残念ながら。ステルス状態で気絶させたときはステルス状態で気絶させるってなるのに、いざ出ようとすると警戒してる敵を突破したってなるから、まあ正直一言で言うとよくわからないです、どういう仕組みなのか。ので、まあ、より確実なのはもう全員倒すことの方がより確実に、ゴーストポイントをもらえますから、まあ、もしポイント気にする人はこの僕のこのやり方でやってください。で、別に気にしないよっていう人は、完全ステルスに狙ってみてもらったらいいかなと思います。あと2人ですね。バイバイ。もう1人は階段の下かな。電源を落としてくれたの。でも時間がないわ。予備電源が入る前にサーバールームへ。エレベーターはあるけど使えそうにないね。識別チップがいるタイプだよ。ならいただくさ。ここはこのまま、上に上がっていきます。で、上に上がっていくと、鍵がかかった扉があって、電子ロックみたいな、そこを入っていかなくちゃいけないんですけど、その電子ロックかかってる扉を入っていくには、一人兵士がね、その扉行ったり来たりしてるので、その兵士が電子ロックかかった扉に入るタイミングで一緒に入って中に入る。で、エレベーターに乗るっていう、その流れで行きたいと思います。復旧したか。階段が封鎖されるわ。اینجا چه خبره؟ با منطقه رو ترک کنه قربان. همین حالا. اگر باید این منطقه رو ترک کنم، باید دلیلش رو بدونم. من نمیتونم توضیح به شما بدم قربان. ولی شما باید بری. من میرم. ولی اگر این آژیر اشتباه باشه، این آژیر اشتباه نیست قربان. شما باید برید. حالا.
サーバールームに向かってる。状況は？通信をモニター中。緊急対応部隊を集めているわね。建物をしらみつぶしに捜索する気よ。了解。チャーリー、どうすればいいか言ってくれ。渡しといたドライブにプログラムが入ってる。ブラックリスト関連のデータを検索してくれる優れもので、接続するだけで OK のはずさ。はず？いや、絶対。データルームの類みたいだな。二つ手がある。データルームの下の冷却システムを通るか、奥にある端末からデータルームのドアをハッキングして派手に行くか。よし。さあ、ここからがとても難しいパートで、まず最初の扉、これも同じように、この人が近づくと開くような仕組みになっているので、スティッキーノイズメーカーを壁に打って一緒に入っていきます。これは簡単。空耳だったか。で、ここで待機すると彼は毎回右に行くので、奥に行く。で、ここ何が難しいかっていうと、真ん中にターミナルがあって、そのターミナルに2回アクセスをする必要があるんですよ。で、1回目アクセスしたらちょっと待つ必要があって、で、アクセスした後ちょっと待ったら、1分半かな、1分半ぐらい待つ必要があるんですよ。で、1分半待ったら、もう1回そのターミナルにアクセスして、いわゆる USB ドライブをなぜ1回目のアクセスで挿すんですよ。で、USB にそのデータをコピーするのに1分半ぐらいかかるんですよね。で、1分半ぐらいかけてデータコピーして、で、コピーし終わって USB を再び抜き取って、で、この建物から脱出するっていう流れなんですが、まあ、これがね、敵の動きがランダムっていうのもあって、1回目は簡単なんですけど、その USB ドライブを、一度挿した USB ドライブを回収してから、脱出するまでがとても難しいです。最初はこの動画と同じようにやっていただいて、ダクト抜けて、1回目は敵も警戒態勢に入ってないから、それもあって割とそんな難しくないんですけど、2回目は警戒態勢に敵が入るからね、それで敵がランダムに自由に動き回るので、難しさが跳ね上がるっていう感じなんですよね。で、おっさんがどっか行きます。حدس میزنم شب آروم باشه. سزوک شد. よし、じゃあ転送するから。データルームのドアが開いてるぞ。調べた方がいい。ノー、オファイバーが戻るボストン。モジャブズ通行。ノー、オファイバーが戻るボストン。モジャブズ通行。モジャブズ今いるか、現コロナ、これもティルみたいなめ。ガティエ、フェフォースタペンブで。おい、参加して探すんだ。この1分30秒の間、
敵もずっと警戒態勢入ってうろうろしてるので敵をこう待つ一番いいポジションはこのパルプの上なんですよ。ここにしがみついておくことのが一番バレる可能性が低いやり方です。よし、転送終了。ここにしがみついてたら基本バレで、終わったらパイプ降りるんですけど向こう側からも見えるから、あっち側ね、あの人が前向いてることを確認して急いで梯子を上がってください。で、左下のミニレーダーを見てもらったら分かるんですけど敵が右向いてないか。でドライブを回収するまではまあまあいけるんですよ。で問題はこうドライブを回収してから出るまで、これがすごく難しくてね。まずここでカバーを取ります。そしたら奥に、まあ、めっちゃ見づらいんですけどいるんですよ、兵士が。でコンピューター触ってるんですけどコンピューター触りながらもこっちのことを見ているっていうかなり優秀な兵士なんですよ、あの人。で彼が出てきます。出てきました。であれは前行くんで大丈夫で、あいつがもうすぐ右行くんで右行ったら下に降りてくださいます。ぶね、下に降りてで、黄色のパイプにしがみついて下に降りてダクトの中入ります。この子までの動きはテンプレでも毎回、これで、でダクトに入ってダクトから出たら右側から行く方法と左側から行く方法があるんですけど毎回左側から行った方がいいと思います。右側から行くこともできるんですけど、成功確率は低めだと個人的には思ったので僕は左側から行きましょう。ここの部屋を出てからの話ね、右と左あるんですけど左側から行きます。で左側は巡回してる兵士が一人いるんですけどこいつだけなんですよ。のでうまいことすれ違って壁に指摘、カメラをつけてください。問題なし。でそのまままっすぐ行って電源を消します。クリアルだ。で電源を消したらよじ登ってでここでひたすら出口の様子を監視カメラで、ちょっと上につけすぎたけど高すぎだなこれ、監視カメラで常に位置を確認しながら脱出するタイミングを伺います。でこれはもうほんとね待つしかないんですよ。で毎回ランダムなのであまりにも待ちすぎたらでも残念ながら見つかってしまいます。ここめっちゃ難しい。だからこんな感じで脱出しまーす。俺が今いる場所は何かわかるか。いいえ、残念ながら。あ、警戒状態の敵を回避するってなった。ほら。ねえ。散開しろ。待て。散開しろ。待て。こうなっちゃうんですよね。ドキドキ。今度は警戒させずに敵を回避するようになりました。なんで警戒中になったんでしょうね。まあもう元から警戒されてたからね、あのフラッシュドライブ抜いた時点で。もう仕方ないのかもしれないね。でも僕はさっきのところは昔やった時は警戒させずに敵を回避ってなったので、まあ、何をトリガーに警戒なんていうのしたりしなくなったりするのかちょっとよくわかんないです。電気消したのがダメだったのかな、ちょっとわからん。何をボサッとしてる、行け。でここはまっすぐ行って、前回やった時はねさっきのところ左に行って左に行ったと思うんですけど、それするとね右側にやつからちょっと見つかる可能性が高いのでここはまっすぐ行って、でここ急いで降りる、急げ。
で、このまま暗闇の中を進んでいくんですけど、まあ、スプリンターセル部隊と、普通の兵士がいるのかな。このまま一番奥に行って、まあ、終始難しいですね、このミッションは。一番最初のあの駐車場のエリア、あそこだけ簡単なんですけど、あそこほんと簡単なんですよ。そこからはもう最後の最後の脱出までずっと難しいです。まあ、脱出においては犬いますからね。はいし。で、ここで降りて、で、脱出するときなんですけど、これ扉を開けないといけないんですよ、自分で。で、自分で扉をガチャって開ける、そのアニメーション。まあ、1、2秒、まあ、2秒もかからんか。1.5 秒ぐらいなんですけど、そのアニメーションの間もちゃんと見つかります。アニメーションに入ったら見つからないっていう、そういう判定のゲームじゃないので、ちゃんとアニメーション中も視界に入ったら見つかるゲームなので、気をつけてください。で、アニメーション入ったら奥の扉から外に出るんですけど、その扉がまた、自動扉式で敵が近づかないと開かないタイプで、こういう操作ミスをするのでより見つかりやすくなっちゃう。扉閉めてるものはないわ。もうで、ここで口笛を吹きます。で、口笛を吹くことで危ないんですが、彼を外におびき出すことができる。で、これをしないと彼に外に来てもらわないとこの扉が永遠に開かないので、必ずこれをするようにしてください。はい、これで一旦今広場に建物から出る。サム、セキュリティゲートを通らないと庭園に行けないみたい。近くに警備室があるはずよ。端末を操作してドアを開けるわ。どれどれ、ちょっと見せてくれないか。これはやったよサム。ちょっと時間をくれ、出口を開けるから。グリム、どうすりゃいい。ちょっと待ってて。あ、どうした。新手の敵がそちらへ向かっているわ。チャーリー、もっと急いで。やってるよ。イラン軍は何か言ってるか。それが妙なの、更新はゼロよ。こっそりやる気だ。紛糾を避けるためね。何せよ早く逃げないと。相手は特殊部隊だし時間もあまりないわ。ナイスタイミング、いいぞサム。ゲートが開いた。わかった、脱出方法を引き続き考えてくれ。向かいの車、ブリグスを行かせたわ。何？文句は逃げおせることができてからよ。外の庭の外れで合流して。さあ、あとは脱出するだけなんですけど、脱出の際ワンコがいるので、そのワンコに気をつけなくちゃいけません。で、この奥から来る高速って書いてる人に関してはスティッキーノイズを投げて、うん、僕の向こう行け。お前は壁でも見てろ。俺はその間に脱出させてもらう。さあ行くぞ。で、行くんだけど、重装兵と通常の兵士が2人います。そしてワンコもいます。で、出口はすぐそこなんですけど、この狭いエリアにめちゃくちゃ敵がいるので、まあ、正直難しいです、めちゃくちゃ。で、犬の位置も毎回ランダムなので、動画と同じ場所に犬がいるとは限りません。注意してください。ということで、スペシャルミッション HQ でした。
何か見つけたのか。همه چیز خوبه. هیچ اتفاقی نیفتاده. داسی. 気をつけて。UAV が多数の車両を捕捉した。新手の敵がそちらに向かっているわ。迂回することは突破するしかないわね。突破ドローン効果捕捉されるぞ。やむを得ないわ。対地ミサイルよし。いかん、アメリカの関与が公になる。関与安全装置解除。待て、バカなことやめるんだ。車両を撃破、敵車両破壊。敵を排除。 FUV 大破。敵車両破壊。敵を排除。気づかれたみたいだ。ペルシャ語は分からないけど、運用回線で大騒ぎしてる。次に防空システムも動き出すぞ。敵を排除。敵を排除。車両を撃破。追っ手の車両を相当。一安心よ、戻ってきて。許可なく攻撃を行ったことについては。攻撃などなかった。あったのは無人機の不幸な誤作動だけ。そうです。自分の役目をよく考えて、期待するのは私の目と耳になることよ。わかりました、大統領。あなたを信頼しています。おい、間違っても礼を言ったりしないぞ。あなただってきっとああしたはずよ。戦争になるかもしれないのに。全てはミッションを成功させるため。困るのは大統領だけじゃないと思う。入手したデータでイランの潔白が証明される。話をそらすんじゃない。別にそらしてないわ。ブリグスと同じように判断を誤ったと思ってるんでしょう。でも時には微妙な決断を迫られることもある。これはことが大きすぎる。あら、あなたが言うわけ。ビッグの命のためならどんな危険でも構わないくせに。コスでは関係ないだろう。ここにいるのは彼のためでしょ。任務より大切なものはチーム。グリム、すまん。言う相手が違うわ。ブリッグスも仲間でしょ。おい、一大事だ。発信機、化学兵器のあれがアメリカ本土に。状況はどうなの。発信機はハイウェイを南に移動中。沿道のカメラの映像を入手しました。チャーリーに送って、あなたは監視を。降ろされたはずだったんじゃ。それはやめだ。ナンバープレートの解析をしてちょうだい。よし。化学兵器は今フィラデルフィアのすぐ外ね。本土への持ち込みを許すとは。もし手遅れになったら。これだけ阻止しても意味がない。全てのテロの阻止が目標だ。シカゴの件での DCS の尋問をチェックしたわ。敵の隊長たちは優秀そうね。 DCS はそいつらがテロを指揮していると考えている。一人でも生け捕りにできれば。ブラックリストの計画が全てわかるかも。ここは賭けに出るべきでは。連中が使ってるバンは他の5台と同じく偽造カードで借りたレンタカーだ。発信機が減速を。イーストオレゴンだ。そしてサウスコロンバスをずっと。操車場がある。監視カメラにつなぐわ。エンジニアの他の車も集まってる。起爆させる気か。着陸しろ。着陸許可なら現地空港に申請してあるよ。フライトデッキ、ファイナルアプローチを。あの爆弾の使用は分かるか。待って、新艦の解除手順を確かめるわ。よし、チャーリー、通信妨害の手段を考えろ。リモコンを使えなくするぞ。よし、来た。ブリグス、お前は俺と一緒に来るんだ。ラージャー、
背後の敵を孤立させて。被爆される前に始末しろ。レディー、いいぞ。補足、運転しろ。コピー、スリー、ツー、ワン。解除する。コピー。ジャマー展開。いいぞ、バッチリだ。他に3発の位置を確認できているわ。近くのトンネル、修理場、それに車庫よ。時間はないのにあと3カ所もあるのか。先に行け。位置をそっちのオプサットに送る。グリムに似てきたぞ。オールクリア。敵指揮官の位置はどうだ。不確実だけどオプサットに送ったわ。そいつが今回のエンジニアのテロを統率しているはずよ。直接聞くか。しっかりやれよ、ブリックス。ったく、人使いが荒いな。急いで、動かされる前に爆弾を止めないと。で、サム・フィッシャーの戦闘パートが終わりまして、なんとここからはブリックスを操作しての FPS パートということで、しかも画面の揺れがね、このゲームかなり激しいんですよ。ちょっとね、一人称視点酔いやすい方はちょっとここを注意してください。だいたい1分ほど続けます。なので苦手な方は、動画で見てる方はあの10秒スキップを10回ぐらい押してもらうと FPS パートは終わってます。でプレミア公開で見てくださってる方はちょっとごめんなさい。こうやって揺れが激しくてね、最近のゲームだったら揺れの、画面酔いを抑えるみたいなオプションがあったりするんですけど、これちょっと10年前のゲームでなくてね。はい、でここはトラックの中にある爆弾を解除するんですけど、爆弾を解除する際に周りにいる敵を全員倒さないと、これまた強制気絶させないと、アクションを実行することができませんので、必ずこの周りにいる4体を倒してください。すいません。で以前やった時は3体だけ倒せばいけたんですけど、3体というか3人、まあ、PC 版と Xbox で違うのか分かんないんですけど、3人じゃなくて4人倒さないと無理でした。ですぐ行くんじゃなくて、奥のあのオレンジ色の銃持ってるやつ、あれが後ろ振り向いたら行きます。グリム、爆弾があった。グリム、ブリックス、サムが撮った写真から爆弾の構想が分かったよ。そいつは噴霧型だ。サムが食らったのはそれだ。大丈夫、とにかくカバーを開けるんだ、ゆっくり。待て、冗談じゃない、グリムに代われよ。彼女は指揮官探しで手一杯さ。僕が遊び半分でやっていると思ってるのか、ブリックス。分かったからデータをオプサットに送れ。止まったようだ。次に着いたぞ。エンジニアが爆弾を仕掛けた場所は陸橋の反対側よ。急いで。よし。さて、サムフィッシャーパート来ました。で、サムフィッシャーパート終わったらもう一回ブリックスパートもう一回やるんで、気をつけてください。ここはすぐ右に重装兵がいます。で彼が振り返るまで待ってください。でここのトレインヤード、車両基地の最後のパートなんですけど、また強制戦闘なんですよ。強制戦闘めっちゃ多いよね。だから強制戦闘ばっかり
ステルスゲームに強制戦闘はいらないってねえずっと思ってるんですけど、だったらアクションゲームでいいよねっていうシューティングゲームね。はい、で金子城フルミであります。でその強制戦闘の時に戦闘状態で敵を気絶させるってなるんですけど、今回は、前回のね動画では戦闘状態で敵を気絶させるってなってたと思うんですけど、今回はステルス状態で敵を気絶させるっていうやつになるようにちょっとプレイしましたので、そんなやり方をお見せできればなというふうに思います。PC 版だからこそできてるっていうのは正直あるんですけどね、 Xbox 版だと僕の操作がすごい下手くそさねえ、変なプレイを見せてしまいました前回は。ごめんなさい、コントローラーもね、うまくなりたくて練習姿勢でしようとしてるんですけど、サッカーゲーム以外はうまいことできないね、コントローラーが。逆にね、死にゲーとかダクソとかああいう系になってくるとコントローラーの方がうまくいくんだよね、不思議なものだ。さあ雑談は置いといてまっすぐ行きます。でこれ登るで、上にスナイパーいるから気をつけてください。で、お、危な、そこ視線通るんだ。じゃあこっちから行こう。重装兵来てるね。どっち側から行ってもいいんですけどね、結局どっち側から行っても一緒で、最終的には列車の中にある爆弾を解除したいので、それができたらどっち側から行っても一緒です。爆弾を止めるぞ。できるんだ。年季が違うからな。解除完了。早いな。コピー。今車庫です。シーラーを見つかったか。まだよ。チャーリーが居場所を割り出しているわ。俺を狙ってる奴にヘッドショットされる前に車庫にたどり着かないと。はい、またもやブリッグスパート来ました。これでブリッグスパートは最後になります。画面揺れがまた激しいので苦手な方は1分半ほどスキップしてください。だいたいそんなもんで終わると思います。でまっすぐ行きまして、これ前回とは違うルートなんですけど、こっちの方がいい。車庫に着いた。爆弾はどこだ。前回のルートだったら気をつけなくちゃいけない敵が、ね、3人ぐらいいるんですけど、こっちだったら敵を全部スルーすることができるんですよ。最後に2人だけ気をつけなくちゃいけないんですけど、それもスティッキーノイズメーカーでなんとかなるので、この画面酔いだけ本当気をつけてください。だいぶ視野角も狭いからちょっと酔いやすい。で、スティッキーノイズメーカーを選択して、2人いるので奥に投げます。でこれ投げるときにちょっと右側に投げる、これコツね。左側に僕たちは行きたいので、左側に投げちゃうと首の振る角度でたまにバレるんですよ。右側に投げるようにしてください。ほら落ち着け、初めてじゃないんだ。よしシャリー、最後の爆弾だ。やり方を教えようか。いや、いい。落ち着け、しくじるなな。ちょろいぜ。しまったチャーリー、うっかり赤いコードを抜いちまったよ。え、なんだって。なんてな。ふざけんな。サム、すべて解除しました。そっちは指揮官を捕らえる。捨てろ。
減らしたくなかったらじっとしてろ。いいか、みんな落ち着くんだ。人質を話せ。バカが。降参しろ。抵抗するな。ああ、動くな。動くな。それは何の冗談だ。武器を捨てろ。捨てるんだ。グリム。爆弾は処理班が片付けたし、サムは警察から戻ったよ。ああ、聞いてる。礼を言わないとな。ん？ああ、いや別に。けれど、いいもんだね。仲間ってさ。よくやったな。いえ、にしても災難でしたね。毒ガスにテロリストばかりか、トリガーハッピーの鉄道警察まで出てくるとはな。嫌な予感が。楽な敵じゃないからな。どうしたんだ？エンジニアからの新着映像よ。ブラックリストを止めることはできない。軍を撤収させろ。すぐにだ。交渉の余地はない。テロを早める気ね。グリム、脳裏がグアンタナムで。しまった。どうした？ CIA が脳裏をグアンタナムに放り込んだのを。ブラックリストとイランの関係を問いただす気だわ。脳裏は知っているから。調べる必要があるな。寛大な扱いと引き換えにあることないこと喋ってるでしょうね。言いたいことがあるなら言え。では、あなたのせいでは派手に暴れて、結果そのしわ寄せがここに来ているのではないですか。でもさ、イランは関係ないって。そういう問題じゃない。脳裏の嘘を真に受けて、アメリカが間違った戦争を始める可能性があるってことだ。そうだ。そしてそれを望むのはサディーク。脳裏のやつは操って。本当にそうなのか。知る術はないわ。踏んだり蹴ったりだった。 CIA は今や協力する気ゼロよ。そうさ、諜報機関とのパイプは残ってない。お前がいる。
どういう意味です？グリムとチャーリーに協力しろ。チャーリーが何の役に？手伝うんだ。お前があいつを潜り込むのさ。まさか収容所に？チャーリーがシステムに細工するには保安プロトコルのデータがいるな。難しいわよ。書類とキーカードがいるわ。大丈夫、偽造するよ。無茶だわ。でもない。ひざまずけ。ダーデ、お前は今からグアンタナモ軍事刑務所第7収容所の囚人だ。よし、分かったらうなずけ。さあ、立て。いいか、これからは俺がお前の担当だ。俺の命令には全て従え。分かったらうなずけ。うまくいくと思ってなかったろ。ええ、ついてました。 CIA 時代のコネが使えて。緊張するな。それらしく見せないとね。装備はレクリエーションエリアの先の詰め所にあります。電源を落とすのでその隙に。脳裏は CIA の尋問を受けています。狙うなら食事休憩の今です。ボートで合流か？手に入れば。正直言って事態の展開が早すぎて。手に入れろ。命令ですか？そうだ。じゃあ後で。待て、すぐ動くぞ。おや、君もここに？そんなところだ。サディークのせいか。囚人になったわけじゃない。おお。だが今は檻の中だ。彼が原因だろう。次のブラックリストは？いえ。悪いが、それは CIA の取り調べ官に小出しにするつもりでね。話せ。黙っていても痛い目に遭うだけだぞ。よせ、やめろ、頼むから。サディクに言われた。アメリカの注意をそらし、テヘランに向けろと。ブラックリストのことを話せと言ったんだ。船を乗っ取る気だ。操船要員を手配させられた。場所は？わからんよ。私が知ってるのはこれで全てだ。イランは無関係だった。黒幕は一体誰なんだ？知ってることは全部言った。一体何を？おい！あ！めちゃくちゃだ。助けは来ないぞ、ノーリ。頼む、よせ。手がないと困るだろう。さあ、言え。わかった。話すから。サムフィッシャー。アンナ・グリムス・ドッティや。
アイザック・ブリックス、チャーリー・コール、機体、組織、家族、彼は知っている全てを。サディークの居場所、真後ろにいるさ。殺せ、私は裏切った。どうせ彼に殺される。話せることもうない。殺してくれ、頼む。せめて一思いに。いいタイミングだ。さっきの強制戦闘、ラストミッションとは打って変わって、今回は完全ステルスを強要させるタイプのミッションになっておりますので、ここの敵は一応味方なんですよ。だから、誰も傷つけることはできませんので、まあ、もしパンサースタイルでプレイしていたとしても、ここはゴーストでやる必要があるっていう、そういうパートになってます。車両基地じゃないわ、グワンナも刑務所だったかな。これ実際に実在するあの刑務所をモデルにしてるかなんかですよね、この刑務所。どこの国になるか忘れたけど、あのメタルギアのグランドゼロスの方、ファントム本編じゃない方も最初刑務所から始まってたと思うんですけど、多分ねモデルにしてる刑務所はあそこの刑務所と同じだと思うんですよね。違ってたらすいません。なんか一緒だったような気がする。でこのミッションの難易度なんですけど、まあ、完全ステルスで行かなくちゃいけなくて、まあ、見ての通り武器もなんもないので、一見めちゃくちゃ難しそうに思うと思うんですが、実はそんなにほど難しくなくて、難しいのはね最後のセクションだけです。で最後のセクションが難しい理由は、さあ問題です、何でしょう。このミッションの一番最後は難しいです。その理由は何ででしょうっていうクイズ。ヘキサゴン、クイズヘキサゴンは古いか、まあ、その話はいいんですけど、でなんでかっていうとね、ワンコがいるんですよ。そうです、最大の敵犬がいます。それのせいで、ここのラストは結構難しい。逆にそれ以外は簡単。ホイホイ進んでいきます。スーツとか装備がなくてもこの回避能力というかステルス能力を見せつけてくるサムフィッシャーは、敵の兵士からしたらたまらんだろうな能力がチートすぎる。ちょっとラグいですよねこの辺。またね、基本的にどのミッションも1回はクラッシュしてるからな。編集でカット入れますけど、30分に1回ぐらいの割合でクラッシュしてきてるからねなかなか大変だから、もう1ミッション終わったら一回ゲームを落とすっていうことをしないと、ミッション続けてやっちゃうと30分超えるから、ムービーも合わせて絶対一回クラッシュするんですよ。一回30分経ったらとりあえずゲームを落とすっていう作業をしながら撮っております。さあここは目の前の敵が後ろ下がるまで待ちます。はい、行きましょう。そしてまずはサムフィッシャーの装備を回収。思ったより早いな。よし。聞こえるか？ええ。CRRC を確保しました。海に沿って南へ。よし。非常電源が生きてますから注意を。では急いで。脳裏のことがバレるのは時間の問題だ。そのクロスボウなら相手を殺す心配はありませんから。不要だ、うまくやればな。忘れないで、相手は味方よ。いい？死者を出したらミッションは中止。
さあ、ステルス装備を手に入れたサムフィッシャーはもう無敵だぜ。で、これも前回とは違うルートで行きたいと思います。こっちの方がね、簡単。一番端まで行ってください。ここが一番端ですね。で、一番端かどうか判断する方法としては、スペース、登るっていうのが出てるのが端。出てるのかっていうか、一番端越えちゃうと、ミッションエリア外行っちゃうと、このスペース、登るっていう、これが出なくなるんですよ。これが出てる限りは、ミッション内のマップにいるっていうことなので、まあ、それで、判断してもらえればいいかなと思います。で、このおっちゃんがこっち来て、危ないけど、でやばくなったら Q ボタン、まあコントローラーだったら多分、B ボタンなのかな、押すとスライディングしてくれるので、それでやばくなったらスライディング、それで結構敵の視線かわせるから。で、これはちょこっと進んで奥の窓から外に出ます。で、奥の窓から外に出たときに下に兵士が一人いるんですけど、その兵士がどこにいるかっていうのは結構ランダムなので、で、またラグってるからごめんなさい。そこにいますね。で、向こう向いて歩いていってたら行けます。で、そうじゃなかったら行かないでください。昔 PC 版でね、このゲームが出た当初だから、やった時は全くラグコもなく、クラッシュもなくプレイできたんですよ。 Steam 版なんですけど、その時は。で、まあその時持ってたパソコンなんてそんないいものじゃなかったからね、今のに比べると。だから絶対にパソコンの性能はこっちの方がアップしてるのに、なのに昔のパソコンでプレイした方が快適にプレイできるっていう、まあなんとも不思議な現象が起きてるんですよ。ちなみにクオリティなのかなと思って、一応設定全部ロークオリティにするんですよ。これ実は画質、解像度は 4K で、あと画質、テキスチャーと影だけ高クオリティなんですけど、あとアンチエイリアスとかそういう系全部濃くで切ってるんですよ、負荷がかかるから。でも全く変わらないんで、多分ね、そのグラフィックオプションの設定が理由じゃないんですよ。じゃあなんでカクつくのって言ったら、もう全くわかんないですよ。アプリケーションも、例えばこれ以外に Google とかバックで裏で作動してるアプリもないし、全部切ってからやってるからね。全部切って落として再起動して、一発目ゲーム起動して録画してて、で殴るから、正直わかんないんですよ。もし詳しい方いたら教えてくだされば助かります。またブラックリストの動画、パンサーとか作るってなった時にラグらなくて済むから、まあ、Xbox のコントローラーでやればいいんじゃないかって話だと思うんですけど、うまくプレイできないんだわ。はい、ここまで来たら大丈夫。あとはね、壁ギリギリ沿って歩いていくと脱出です。そこを横切ると海岸に出るから、ブリグスと合流して。海岸沿いに進んで、ブリグスがボートで待ってるわ。
りに巡視艇がいます。グリムの合図を待ちましょう。守備はどうですか？脳裏はいわばおとりだ。注意を引きつけてその間にシージャックをする気らしい。それが次のテロ、アメリカンフューエル。そうだ。それともう一つ、俺たちも狙われている。やつに すみませんでした。気にしなくていい。つい調子に乗って。俺もそうだ。グアンタナモからの脱走だから。我ながらびっくりです。慣れるさ。ええ、まずは逃げないと。パトロールにわずかな切れ間があるわ。やるなら今よ。コピー。次の作戦の前に少し休みましょう。キューバでバカンスを楽しんだ次はメキシコか。巡視艇に追い回されたんじゃ気が休まりませんよ。シージャックの件で何か分かったら教えてくれないか。空港職員が荷物をまとめて出て行ったわ。挨拶もなし。そうなると一波乱あるな。ドローンを飛ばしたけどジャミングされていて映像が送られてこない。すぐにここから飛び立つんだ。まさかいきなり撃ってくるとはな。よし、お前たちバリケードを築け。制圧射撃だ。グリム、攻撃されてちゃ離陸できんぞ。準備はさせておくわ。ここまた強制戦闘で、ここはね、敵にバレないようにこっそり と、スティックショッカーと催眠のグレネードを投げて、戦っていくことになります。片付いたようだ。そうね、全員を収容してここを離れましょう。ラジャー、帰る。オリを運んでくれ。グリム、今だ。パラディンを離陸させろ。でも滑走路上。サム、UAB を使えるよ。オリックスのオフサットに回せ。敵はこいつを無傷で欲しいようだ。エンジンを全て破壊されたらなすすべがないわ。了解です。 I have control。撃破した。
敵が右に急転換。車両がこちらに接近中よ。よしやった。よし。しつこい連中ね。新手が接近中よ。さっさと離陸しないと。了解。ブリグスどう？タンカーの動きを追っている。あとコーストガードの船で食中毒がありクルーが交代した。チャーリー、ちょっとこいつを見てよ。フォートミードを覗いてたのが役に立ってフィラデルフィアの連中の IP アドレスをたどれたんだけどさ、エンジニアがアメリカに対する作戦で使っていたサーバーの中身だよ。 ID とかアドレスとか。それに枝葉だ。枝葉？ええ、根幹じゃない。この程度はグアムの前から掴んでいました。動きは分かってもサディークがブラックリストを企む理由が分からない。米軍を外国から排除することだろ。無理な相談と分かってるさ。確かに見誤っていた。イランの手先ではなく米軍の撤収もどうでもいいとしたら、奴の真の狙いは。チャーリー、切断しろ。セキュリティに不安がある。ブレイクスと組んでタンカー、そしてクルーの交代について調べろ。急いでくれ。オーケー。情報を SMI にぶち込んでサディークの目的を分析しろ。表面的な事象から真意を読み取るのは無理よ。だが実行犯を捉えられれば。勘のいいやつだ。よし、食いつきました。連中が今更何をしようと、あの機体はこちらのものです。よし、タンカーはどうだ。2時間後にエコーと合流、4時間後に目標へ。政府存続措置の方は？サイト F はアラートイエロー。ワシントンへはすでに JSOC や NSA が緊急情報パケットを送信。よし、それではあと一押しだな。作戦を？やれ。上陸に先立ち沿岸を焦土に変える。だがまずはフィッシャーだ。教えてやるとしよう。我々の狙いを始めるぞ。じゃあ何かあったら知らせて。外装は傷ついたけれど機体は大丈夫よ。何よりだ。チャーリー、え？Cジャックの件はどうなってる？調査中だよ。アメリカンフューエルね。タンカーの爆破なら大惨事だわ。何をしたんだ？僕じゃない、グリム。SMI が沈黙。捜査が。チャーリー、やってるけどさ。ブリグス、どうなの？ダメだ。照明とインターコムは生きてる。こちらフライトデッキ、出力が下がってる。どれくらい飛べる？持って数分。ナビゲーションもダウン。マニュアルで飛ばしてる。リアパネルのチェックを。時間がなさすぎる。ウイルスの侵入ルートだってわからないし。大丈夫か？おい、フライトデッキどうしたんだ？コパイロットです。怪我人が。どうした？機長が高度が下がった時に頭を、それから意識がありません。かなりの重傷のようです。機体の状況は？くそ、エンジンが停止、始動できない。ナビシステムも完全に死んでいます。飛べるのか？無理です。一人では墜落させないのが精一杯です。今の状態ではもう一人必要ですね。操縦には少なくとも二人いる。オリックス、フライトデッキ。あなたは？コビンのところだ。
ックアップを起動してください。遠隔操作でもう一度。 SMI からハードディスクを取り出す。来てチャーリー、やるべきことはたくさんあるわよ。どうしてやばいことになってて俺の力が必要なんだろう。え、パイロットがやられちまった。何？ジャコパイロットは頑張ってはいるが一人じゃ無理だな。電源を切り、予備発電機も止めて再起動しろ。フライトデッキに行ってやるから出してくれ。フィッシュ、早く出せ。電源は俺がやる。あと爪にを捨てて少しでも軽くするんだ。ブリックス、機体後部行け。貨物を投棄するんだ。了解。フライトレコーダーにメッセージを残しておかないと。こちらは空中管制センター。サム、貨物室のドアが開いてます。アンナ・グリムス・ドザキア、これを聞いた方は最寄りのアメリカ空港から通報してください。アルクするんだ、ヘリを捨てろ。乱気流に突っ込むぞ、ベルトを締めとけ。それどころじゃない。さあ、オニックス照らせ。撃って切り離す。当てられるんですか。やってみるだけだ。早くやれ。再起動用のコンソールは SMI の下だ。連装室へのアクセスハッチはそこよ。ゴミ、発電機を止めたぞ。コックピットに来てくれ。機体を急降下させる。妙なところに潜り込むのはまた今度だ。やってくれ。引き起こすんだ。いいな、チャンスは一度きりだ。スリー、ツー、ワン、ナウ。さあ来い来い来い、よし来い。そうだ、いいぞいいぞいいぞ。
状況はどうだ。メインシステムは復旧したわ。それ以外は死んだままだけれど、インターコムは使えるけど他の通信手段はダウンしたままだ。おい、一体何が起きたんだ。スタクスネット型ウイルスにやられたのよ。バックアップデータで SMI をリブートして全体をスキャンしたよ。敵はどうやってウイルスをこの機体に。それについては後で考えましょう。これはどうした。通信途絶直前に受信したコミュニケよ。政府存続措置が発動されたわ。要するに軍と政府の要人が全員万が一の事態に備えて各シェルターに避難したということさ。911以来の措置だ。なんだって。じゃあブラックリストの攻撃で。それはまだ分からんさ。今は通信の復旧に専念しろ。周波数をいろいろ試してみろ。通じるまでやるんだ。ブリックス、シージャックの件はどうだ。外部との通信はほぼ断たれたままです。復旧できないか試してはいるんですが。チャーリー、分かったぞ。感染ルートがサムがミラワで手に入れたタブレットに仕込まれてたんだ。そんなバカな。僕がセキュリティプロトコルを簡素化したせいだ。マシンの処理速度を上げようとしてさ。それで感染したの。メキシコの件もそのせい。あれは違うよ。地上に降りた時カルテルの構成員だったやつに連絡を取ったんだけど、エンジニアがかけた賞金目当てに僕らを売ったに違いない。どうして。復旧。アメリカンフューエルは成功したわ。で、政府存続措置が発動されたのか。狙われたのはどこだ。待って、情報処理が追いつかないの。来たわ。ルイジアナみたい。サビインパス、あとはタンカなんてこった。サビインパス、メキシコ湾岸最大の燃料施設だ。施設のコンピューターにウイルスを感染させタンカーをぶつけたのね。保安システム、消火装置、全てを止めて。ウイルスはこの機体を制御不能にしたのと同じやつだ。そんな、沿岸の全ての備蓄施設にウイルスが燃え広がれば全て吹き飛ぶわ。準備をして、サム。レディ。機種をコンマ5ダウン。速度低下。3、2、1、ゴー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 。サムが出たぞ。コピー。やるわよ。グリム、これからヘリの墜落地点へ向かう。サム、シールズに激しい攻撃が。エンジニアか。ええ、身動きが取れないようです。どれだけ持ちこたえられるか。味方だ。ブレードケイオス。なぜ合言葉を。こっちは助けに来た。殺す気がないなら銃口を向けるな。要請していないぞ。何者なんだ。それは極秘だ。任務は施設の確保なのか。タンカーを止めることが任務だったが手遅れだった。タンカー衝突後に到着し追いかけたが指揮官を逃がし、この有様だ。グリム、エンジニアの大物がここに来ているらしい。位置を調べてくれ。コピー。さあ行きましょう。 LNG ターミナルでございます。もうここまで来たな。もう終盤ですね。動画が終わるまであと大体50分ぐらいでしょうか。あとこのミッションとラストミッションでおしまいです。で、このミッションとラストミッションだったらラストミッションの方が難しいんですけど、正直どっちもそんなに俺難しくないんですよ。ラストミッションもクリア方法というかルートが分かるまではちょっと難しかったりするんだけど、ややこしいから。でもそれ一旦分かると、そんなことしかありません。やっぱり一番ダントツで特殊作戦指令が難しいです。今行く。グリム、敵のリーダーを探すの。すぐにやるわ。やっぱり5番って書いてある窓から入る。ここもルートね、いろいろあったりするんですけど、前回とはちょっとまた行き方を変えて。サム、連
割と一番簡単なルートを通っていきたいと思います。その区画は迷路さながらになっている。多分前回の動画でも同じこと言ってたかもしれない。一番簡単なルート通るねーって、当時はそれが一番簡単なルートだと僕も思ってたんですよ。まただから新しいルートを発見してこっちの方がいいかもって言うかもしれない。この LNG ターミナルというミッションは全体的にあまり難しくはありません。セーフハウスより簡単じゃないかと思います。犬もいないし、ね、はい、ここでスティッキーノイズメーカーを使わなくていいな。シールズヘリを待ってます、ご心配なく。でこの後また、強制戦闘じゃないんですけどステルスを使って敵を全員倒す必要があります。前方に消防署があるわね。消防隊が足止めされているわ。手がつけられない燃え方だ。エンジニアを無力化しない限り、はい、消防隊は作業に戻れないわ。エンジニアを無力化しない限りって言ってたと思うんですけど、全ての敵を倒すって書いてるでしょ。これ全員倒さなくちゃいけないです。ただ殺害する必要はないので、一人ずつ気絶させていけば大丈夫で、結構敵の数も多くて重装兵も2人いるしスプリンターする部隊もいるしって感じなんですけど、エリアがね1階と2階に分かれているので、まあ、敵一見ねこう メーカーでね、左下のレーダー見たら多いように見えるけど、でも1階2階で分かれてるって考えたら意外となんとか。ガジェットも使えるしね。相当完了した。そっちはリーダーを探しているわ。急げよ。チーフ、オールクリアだ。作業の再開を。助かったよ。これで避難の時間を稼げる。火を消し止めることは無理なのか。メインのパイプから火の中にガスが漏れてるようだ。パイプに火が回ればドカン。こっちも巻き込まれかねん。お手上げだ。ええ、そうね。出口を探します。いや、ちょっと待った。端末を見つければシステムからウイルスを掃除できるぞ。チーフ、管制室はターミナルビルのてっぺんだが危険すぎる。大丈夫だ、仲間がいる。じゃあな。幸運を祈ってるからな。気をつけろ。ビルまで行ければ、チャーリーにガスを止めさせることができる。
ナルにいるエンジニアの交信を傍受したんだけど、聞くかい？繋いでくれ。今ターミナルビル。コピー。管制室は最上階よ。この次ちょっと難しいんですけど、前の動画と違うルートを通りまして、これね、ここのベント入って、で、上をよじ登るんですよ。そしたら重装兵がいるエリアに来るんですけど、ここを突破するんですけど、前回はね、正面の方から進んでいったんですが、今回はこっち側から行って、もう出口すぐそこなので、スティッキーノイズメーカーを壁に打ち込む。で、右、さらにもう一人のやつにちょっと注意しながら。地上まで降りられる？指揮官はあなたの真下よ。さあ、ここからまた強制戦闘です。くそ！システムが復旧してる。奴らが施設を抑えたのか。ここを封鎖しろ。東を見張れ。報告を怠るなよ。行け！指揮官は見つかった？サム。ああ、突入する。逃げるつもりだわ。追いかける。前方のゲートを閉じれば敵を封じ込められそうだけど。やれ。ごめんサム、もう一度開けるには少し時間が。迂回路を探す。コールドウェルは自分から罠に足を踏み入れたんだ。デンバーのバンカーでサディークが待ち伏せてる。もうおしまいだ。グリム、ブリッグス、救護班、指揮官を捕らえた。
願いします。 EMS にも知らせてくれ。了解。大統領とはどうだ。まだよ。シールズから全員無事との報告です。こちらは給油完了まで20分。チャーリー、おかげで助かった。あの、ちょっといいかな。なんだ。後にして、忙しいの。今回の件だよ、謝りたいんだ。不要よ。僕のミスだ。へえ。皮肉を言うのはやめてくれ。どうして僕を追い出さない。追い出したいわよ、グリム。言ったでしょ、あなたは世の中を舐めきってる。仕事だって遊び感覚って。確かに。けどチャーリー、何よりも勘に触るのはね、有能だってこと。世界をサリークから守れるのはこのチームだけなの。あなたを放り出しても何の得にもならないわ。ごめん。分かったら挽回しなさい。ブラックリストによって入り口はあれだけか。防衛システムのチェックを。グリム、大統領との回線は通じたけど話す気はないって。どういう。待った、大統領補佐官だ。恐縮ですが、大統領は緊急の要件でお忙しくていらっしゃいます。フォースエシュロンからと。だとしても無理です。ご自分を特別だとでも思いかしら。私にも議員の友人は大勢いるのをお忘れなく。脅迫ですか。いえ。ですが今の仕事を続けたいなら大統領を。これは脅しです。大統領、サディークの狙いはデンバー空港のサイト F バンカーです。ええ、サディークのスパイが潜り込んでいたの。すでにサディークはバンカーを制圧し化学兵器を仕掛けたと言っているわ。2時間で到着します。いえ、必要ないわ。はい。解決に武力は不要よ。デルタフォースは周辺を封鎖しています。サディークと交渉するが、条件さえ折り合えば。いつからテロリストと交渉するようになった。政府と軍の要人がサディークの人質になっているの。国防長官。奴の目的は別にあるはずだ。これでは単純すぎる。あなたの勘で国の政策は決められないわ。本意じゃないはずだ。命令を。大吾の自由を与えたのは何も復讐させるためではないのよ。ここはどうか私に全て任せてちょうだい。罠だと分かっているのにか。はっきりと言っておきましょう。パラディンを含む全航空機は離陸禁止。デンバーに近づく機体は全て空軍が撃墜します。デンバーへ行きサディークを倒さなければ。だが一人では無理だ。さあ行きましょう。行こうよ。さあ行きましょう。グリム、デンバーの防空網を突破することはできる。雪が激しいわ。紛れることでかなり接近できそうで。電子戦にはチャーリーがいるし。ああ、任せてくれよ。おい、なんだ。パイロットがデンバーに行かないと言ってる。任務から外す。コビンを呼べ。状況は敵味方識別装置に引っかかりまくる。 ECM は引き受けるから着陸に専念。離陸かもよ。デルタフォースが戦闘態勢で接近中よ。そいつは厄介だな。副次目標の位置は掴んだが。環境、通信、防衛システムにアクセスできる管制エリアがあるわ。エンジニアのウイルスの改良版をフラッシュドライブに入れておいたよ。システムにそれをつなげばバンカーは封鎖されるから。サディークの真の目的も分かったわ。バンカーは自立してるけど例外がある。国家非常事態宣言の発令と同時にバックアップとして重要機密がバンカーに送られる。そいつが狙いか。大統領に言わないと。通信だと傍受されるかもしれん。用心しろ。ベルトを閉めな。低空を飛ぶ。殺す機械。ショーはこれからだ。明かりを切れ。ケアを下ろす。用意はいいか。もちろん。100フィート50フィート。さてどうしよう。
祈って。さて皆さん、いよいよラストミッション、サイト F でございます。チャーリーだ。もうじきデルタフォースが乗り込んでくる。偽の気象観測所を目指すんだ。バンカーの環境制御をしてる。通気ダクトを見つければバンカーに潜入できるはずだ。で、3つのフラッシュドライブを差し込む。するとウイルスが流し込まれる。それから司令室の下にある狭く苦しい場所に入れば封鎖シーケンスを起動できるから。おい、ちょっとよせ。待てよ、やめろ、民間人だ、よせ。残念ながらチャーリーは捕まりました。このゲームねの中で僕このミッション一番ぐらいに好きなんです。難易度的にもちょうどいいし、なんせやってて楽しくて面白い。バンカーに潜入するってもかっこよすぎない？このミッションめちゃくちゃ好きなんですよね。さて外に出まして、こっちか。で今からあのベントじゃない、なんて言うんだ、巨大な扇風機みたいな、ファンみたいなやつがあるところにいます。でルートもまた2つ以上あるんですけど、こっちのルートで行こうかしら。これも前回と同じルートですね。横の重装兵を追い抜かさないように。さあ行くぜ、ミッションインポッシブル。はい、ここでクラッシュしまして今から再び進めていきます。クラッシュしましたと。でここはあの赤外線のレーザーに触れたら一発アウトなんですよ。ゲインオーバーになるので、これに触れないように気をつけながら進んでいくよ。ここはまあステルスね、どうこうとかじゃなくて、これを避けながら行くだけなので本当に気をつける。で、このレーザーポイントをすり抜けるのは後でもう一箇所あります。だから合計2回ですね。でそれ以外はステルスで突破していくと。でちょうどこの辺ぐらいなんですよ、前回の動画で切れちゃってたの。なんでかわかんないんですけど、ちょうどこの辺りで動画が終わってるっていう、めちゃくちゃ中途半端もうほんと最後の結末どうなったかわからないまま動画が終わるっていう最悪の動画になってしまって本当に申し訳ないです。ついこの間作ったというか、その動画ね、おっぶね、ついこの間投稿したような気分なんですけど、もう1年も前っていう。時が経つのが早いというわけだ。はい、彼が言ったら行きますよ。で、あいつがどっか行くまで待って。バニャラ。ピョン。
で、ここは扉開けた時にスプリンターする部隊がいるかいないか。今回いないので、いましたね。彼が来るまで待つと。で、出てきたタイミングで進んでいく。で、もしスプリンターする部隊がいた場合は、そいつが遠く行くまで待つと。やばい、おびき寄せちゃった。やばいやばい。このスーツとかもな、めっちゃかっこよくない？めちゃくちゃかっこいいわ、ほんま。ザ・忍者というかさ、ザ・特殊部隊みたいな感じするじゃん。めっちゃ好きなんですよね。これはちょっとタイミング難しいぞ。下の2人がどっか行ったら、そのタイミングで行きます。で、中入って左の方向に進んでいくと。よし、今がチャンス。このまま敵はいないね。左、すぐ左で奥行くとエレベーターがあるんですけど、エレベーターの中から敵が出てくるので、ステッキノイズメーカーを打って後ろ振り返らせます。後ろ向け。あれ、行こうか。降りることばっかりに意識集中してたわ。で、まっすぐ行くと、先ほど言ってたもう一箇所ね、レーザーポイントのくぐり抜けるところあるよって言ってたと思うんですけど、それがここです。ということで、もうすぐスプリンターするブラックリストの動画も終わりになります。大体あと20分ほどですかね。皆様ご視聴ありがとうございました。いや、ほんとスプリンターするリメイクが楽しみですよね。またいつか、マキュラジオの方でスプリンターセルをテーマにラジオしたいというふうに思います。毎週土曜日夜の10時から11時まで、まあ、特に例外がない限りはね、ありますから。で、ツイッターの方でね、随に、質問箱を設置してますから、何でも、ゲームのことでも、プライベートのことでも、答えれる範囲内で答えます。質問いっぱいしてくれたら嬉しいです。で、このまま下に向かっていくと。はい、はい、はい。超人。腕の筋力どないなってんのっていう。すごすぎだろこの動き。化け物じゃねえか。ほっ。サム・フィッシャー You are a monster。 はいはいはい。で、ここでカメラと重装兵がいるので気をつけてすぐダクトに入ってください。で、ここは重装兵の後をつけていくと。で、まずなんですけど、A 地点、B 地点、C 地点って3箇所ありまして、3箇所の、コンピューターにアクセスしなくちゃいけないんですけど、まず一番最初は、だからどれになるんだ、C の方向に行ってもらって、
進んでもらうとこういう部屋に来るんですよ。でこれダクト2つあるんで間違いないようにしてくださいね。黒板というか茶色の黒板が置いてある方のダクトに入ってください。そしたらずっとまっすぐ行くと、地点 B の方に出てくるはずです。で、すぐにコンピューターに取り付けて今度 A の方向に向かっていきます。だから間違いないでくださいね。まあどれからやってもいいんですけど、基本的に B、A と C が似た場所にあるんですよ。で、A と C をつなげてるダクトがあるんですよね。で、B だけ孤立してるところにあるので、だからまあ B やって、A やって C やってもいいし、B やって C やって A やってもいいです。まあどっちにしろ来た道戻るだけなんでね。どっちからやってもまあいいんですが、まあ僕は今回はこのやり方でいきたいと思います。はい、ということで、スプリンターするブラックリストでした。最後まで楽しんでいただけたら光栄です。パンサーとかもね、リクエスト、要望があればやりたいと思っているので、よかったらコメントしてください。あと、動画がラグいのは最後まで申し訳ありませんでした。今回はこの辺で。それじゃあ、最後のエンディングまで楽しんでね。バイバイ。
ム、ブリクス、私よ。まずいわ。バンカーの誰かが国防省にアクセスしようとしてるの。機密ファイルを奪われたら。一刻も早く阻止して、何としてもよ。わかった。止まれ！そこから動くな！換気が止まったぞ。どうしたんだ？電源が落ちました。分かっているならすぐに何とかしろ。人質の様子も見てこい。さて、分かるな。抵抗しても無駄だ。協力なんぞするものか。こんなことをしたら戦争になるぞ。戦争か、興味はないな。求めているのは武器だ。唯一無二の情報だよ。騒ぐな、落ち着け。どうせ最後には屈する。お前に決められるのは苦しみにあえぐ時間の長さだけだ。地獄に落ちろ。バンカー内に誰かいるぞ。特殊部隊だ。指を切れ。よせ。ああ、諦めの悪い男だ。フィッシャーは？すぐそこさ。司令室に連れて行くつもりか？仲間と交信か。残念だな。抑えろ。体内に埋め込まれた通信機か。抜け目のない。仲間を捕らえたぞ、フィッシャー。すぐに消えれば殺さないでやろう。立たせろ。フィッシャーは引き下がる前、人質を移動させる。ブラボ、人質をトンネルに移動させる。やめろ、頼む、どうか。何をグズグズしているんだ。出血多量で死ぬぞ。止血器をくれ。さあ、反対の手を。よせ、頼む、やめろ。君次第だ。やめるかどうかは。では次も指にしよう。その後は足だ。歯も全て抜いてしまえ。分かった、協力する。手はなくし損だな。ファイルを転送しろ。おい、よせ。許してくれ。そんなことをしても無駄だ。殺してもか。おお、やれるのか。できないことを言うな。すまない。貴様！Ah!
案内してもらうぞ。立たせろ。こちらはマジート・サディーク。サイト F のバンカーを制圧した者たちのリーダーだ。我々は人質とここを去る。妙な真似をしなければ人質には手を出さん。だが邪魔すれば人質を容赦なく処刑する。変われ。気をつけろ。スナイパーが狙っている。油断すると死ぬぞ。応答できないと思うけど、聞いてサム、彼らをデンバーから逃がしたらおしまいよ。バックアップはなし。搭乗したら機内をくまなく調べる。乗っている者は殺せ。サム、ブリッグスが、サディークは逃げる気よ。いいから、早くサディークを。だが出血が。お願いです、サム。クソ。グリブ、ブリックスに救護班を。俺はサディークを。すぐ手配する。私が死ねば、いいか、エンジニアの背後には12の国家がいる。終わらんぞ。戦う気か、その全てと。殺せ殺せ。12の国が立ち上がるぞ。裁判の場で全て暴露してやる。知っていることを洗いざらい。私の勝ちはすでに決まっている。選択肢は他にもある。こうして